皆さんこんにちは 小書士合格講座全体構造編の第一回目の前半講義担当さきで始めてまいりたいと思います。で今日からですね一応あの2024年向けの小書士のクラスですねあのこちら開講いたしますがあのまずですねこれから全体構造を全部で三回ありますがあそちらに使用するテキストの確認なんですがあのこちらウェブでご覧いただいている方あとまあズームとかでご覧いただいている方もいるかもしれませんがあのこちらですねまず全体構造に関してはブレイクスルーテキスト紅色の冊子の表紙の方にゼロ全体構 構造って書いたやつ、えー、こちらとあと講義ノートですね、えー、全体構造偏差サククラス講義ノートと書いたやつ、えー、こちらの二部使っていく形になりますであのー、まあそうですねあの講義の進め方受け方復習の仕方っていうのはおいおいお話し,していくしていくといたしまして、えー、これから私は百三十コマ講義をしていくことになりますで二千二十四年の本試験、えー、まあ七月に実施が予定されておりますが、えー、そこまでまああの一緒に頑張っていきましょうということであのちょ簡単に自己紹介をさせていただこうかなと。 思うんですがあのガイナスだとかあの個別相談だとかでご覧あのねあのお話しされた方もいらっしゃると思いますがあの中には初めましての方もいると思いますあの私佐々木博美と申しまして、えー、あの私はですねあの平成15年、えー、2003年に教室試験に合格しましたであのもともとは住宅メーカーであの短大課生課卒で、えー、住宅メーカーに勤務しておりまして一般事務職としてね でえー、そこで、あのーまあ、会社の自己啓発制度というか、あのー、それで宅建を取って住宅メーカーだったんで別に宅建はなくてもよかったんですがあの宅建取ったら資格手当てで30万くれるとおその30万にあの、ねえー、あの目がくらんで、えー、じゃあちょっと宅建やって,もって,やってみようかなと思ってで、えー、宅建取って、まあ、あの結構法律の勉強って面白いなというところとあとまあそうです、ね、目の前に目標がある生活っていうのが、えー、結構新鮮で。 でそこであの資格の道に入ってでそのタケンまあ合格できたのであの合格できそうだったので、えー、であのその後、えー、じゃあ次なんかやろうかなと思って、えー、たくさんの資格を検討したんですよでその中であのやっぱりねあのタケの時は三十万があったので、えー、頑張れたんですが、えー、その後はまあなんならその三十万を口座代金に充てるというところであの結構シビアに、えー、取って使える資格これを取ろうと。 思いましてであのたくさんもねこういったあのガイダンスだとか無料体験会とかいろいろ出てみたんですがでその中でいろいろ見るうちにあほんとですねあの不動産鑑定士とはあのね、えー、通関士とかも全然関係ない旅行業務主任者とかあそういったところまあ行政書士だとかねさまざまな資格を検討した結果、まあ、やっぱね取って使える資格一生の武器になる資格を取ろうと思ってって、えー、いうことでさあの最終的には使用書士に絞り込んで。 であので司法書士試験、まずね、私もこのスコア新15か月合格コースレックで勉強しましてであの最初ね、2002年向けの新15か月合格コースを受講しましてで、えー、結果、一発合格できませんでした択一1問足らずに不合格と。 でこの後、ね、試験制度だとかお話をしていくんですがあの使用者試験というのは択一と筆記がありまして択一一問足らずに不合格となりましてでただ、まあ、合格ボーダーにはいるなというところはあったのであの2年目に関しては特に講座とか取らずに、えー、公開模擬試験だけであのなので2年目ってですね3万ぐらいしかかかってないんですよ、ね、お、え、金、ーね。ただあ、ね、一発合格逃してであの、ね、その後二2年目に合格したというところです。 後まああの即ですね自宅開業という形で、えー、あのね、えー、開業しました。 でその後、まあね、の後レックの講師をやるという話になりましてでしばらくは開業あのと実、ね、務とで講師と同時並行してたんですがどうにもこうにも回らなくなってきてであの、まあ、2回ぐらい倒れましてちょっとこれはまずいというところであの、ね、ただあの講師もやっててすごく楽しかったので皆さん人生かけてどのまれる資格なので、えー、じゃあ私も一丁講師営業一本に専念しようというところで,で途中からもう登録外しあのそ,うです、ね、その後ちょっとまあ無理だってなって。あの 自宅開業だと、まあ、一人開業だと、動ける人が私しかいないので、他の人にお任せすることができないというところから、一旦ですね知り合いの司法書士法人に勤めました。で、あの司法書士法人だと、自分以外にも司法書士おりますから、あ他にもあれる人がいるというところで、あのそこでもしばらくやってたんですが、でそれでもやっぱり、この仕事の方忙しくなってきてで、えーまああの、じゃあもうね、ちょっとここで講師に専念しようというところで、一旦登録を外して、で今現在、講師業に専念という状況です。 であの毎年毎年この新十五か月合格コース講師になってからずっと担当しておりまして、えー、毎年秋春って担当してるんですがであのまあ一発合格者あおかげさまでえ多いです、えー、ただその分皆さんにあのこうしなさいああしなさいと、えー、ここまでやめなきゃだめだめだぞとういうところですね、えー、本当に合格に必要なところだとかあとどのぐらいやんなきゃいけないっていうのは、えー、結構シビアに言うつもりです。 であの私は資格というのはってなんぼだと思っておりますので、えー、なのであの、ね、そういった意味においてはかなり高いハードルを課すこともありますしであの、まあ、なのでちょっとそこはですね,あのね、えーまあ、時にビシビシで、ね、言っていくこともありますがあの、ねえーまあ、ただそれがまあ私の本音だと思っていただいてしっかりついてきていただきたいかなと思います。であ,のあとまあそうですね過去のつわもの一発合格者だとかあ、ね、あのお話っていうのは講義の中でも時折お話をしていきますので。 いいろんな話していきますあのただ基本,基本的に試験に関係ないこと実務に関係ないことは講義の中ではそれほどお話しすることはないんですがただあの、ね、特に講義の中であのそこそこだれそうだなと思った時そのぐらいのタイミングの時には過去の人の話をしたりだとか合格後の話をしたりすることもありますのでちょっとそこも、ね、んか、ね、こうやって話聞きたいというのがあればリクエストしていただければ時々中に挟むこともあります。 あのこれから全体構造全部で3回なんですが、今まで法律学習経験ある方ない方いると思うんですよ。ただ基本的にはこの司法書士の講座に関しては法律学習経験ない方でも大丈夫なようにあの話をしていきます。特に条文の読み方だとかそういったところも話をしていくので、全体構造全部で3回に関してはあの基本的には今日の全体構造1回目は前半講義後半ちょっと冒頭までですね。あのまああの勉強法だとかそもそも 試験制度だとか、そういったところを話しする予定で、えー、後半の途中からあのね、えー、実際これから勉強していくことになるうね話に関連した共通した話で判決取って強制執行しようとかああいうところを中心を話をしていこうかなと思います。えー、これから皆さんね、えー、あのね一、えー、コマね三、えー、時間です、えー、でちょっと延長することがあると思うので。 1>, えー、1コマ3時間前半1時間25分10分休憩挟んで交換1時間25分なんですが、えー、多少延長をすることはありますがあのしっかりですねく、ねえー、らいついてきていただきたいかなと思いますで。まず全体構造の講義ノートの方を出していただいて、えー、こちらの方であのまで、あ、これからあですね学習していくに際しての勉強法だとかお話ししていきましょう。 でまずノート1ページのところで、えー、1番、ですね教材といたしましてはあのこれ基本的にはご自宅に届く形になりますがブレイクスルーテキストブレイクスルーというのは紺色の冊子ですね。 で加えてあの講義ノートこの講義ノートの中の今の主力動冊子であの佐々木クラスオリジナルのやつとこれを2本同時並行で進めていきますあとプラス組織ベーシックってありますがこれは記述が含む不動産投を商業投票についてこれも講義と並行して解いていただくベーシックっていうぐらいですから基礎問題集、基本問題集これがご自宅に届く形になります。 これを基本としてて進めていきますであとですね「ブレイクスルーテキスト」に関しては全体構造これ1冊なんですが全体構造の後学習していくのが民法です。民法に関しては全部で4冊ある形になりましてで民法の講義ノートは2冊、まあ、順次ですねご自宅に発送という形になるんですがであの、まあ、講義途中においては1冊目から2冊目にまたぐ回もあるし。 2冊目から3冊目にまたぐ回もあるのでそこはあらかじめ講義の中で「来週ねあの3冊目入りますから両方持ってきてね」とか言っていきますのでちょっとそこは忘れずに持ってきていただくようにお願いします。で基本的にブレイクスルーテキストあの通学の場合忘れたら受け付けて貸し出しもできるんですがあのただあのご自身のブレイクスルーに講義中ガシガシ書き込みを入れていただきたいというところもありますのでなかなかちょっとねあのご自身のブレイクスルーじゃないと使いづらいだとか前のところ戻ったりするとあの前のところに自分の 面も見たいだとかあっていうところもあったりすると思いますので、あのまあできれば忘れずに持ってくるようにしてください。ただまあ忘れた場合でも貸し出しはできますよというところです。でそこで今度過去番ですが、過去問題集とありますが、であの消し落試験もまあ資格試験なので過去問これをねあの講義と並行して解いていかなければならないんですが、でこの過去問に関しては科目別で売っております。で卓一ですね消し落試験って卓一の試験と記述の試験があるんですが、卓一科目別の過去問集と と「記述の過去問集とありますがで矢印のところなんですがでこの過去問題集に関しては毎年10月中盤に新しいものが発売されます。 で司法書試験が7月頭に実施されますが7月頭に実施された本試験問題が組み込,組み込まれたものが大体いい10月中旬ぐらいから順次科目別に発売していくというところになりますのでですからあの今売ってるやつでいうと、えー、皆さん大体ですね10月ぐらいまでだと講義生講義としては会社法までも進んでいる状況なんですよ。 なので今売ってる過去問でもうあのねえー、あのまあ絵を買っといていただきたいのが民法を上中下って3冊あります民法3冊とあと不動産登記法上下で2冊あります加えて会社法の過去問ですねそこまでは今売ってるやつでそ,そのまま講義と並行して進めていくただ商業登記法以降に関してはもうあの10月中盤で新しいものが出てる状況なので であの先に買っちゃうと、えーね、10月ぐらいにもう新しいに出ちゃったのにというところになってしまうので商業登記法以降の過去問に関しては新しいものを買った方がいいのかなとは思います。であとそうですねあのー、そこのですねあの,ー、カッコのとこ矢印の後ろの括弧のところ単年度版は8月下旬に発売とありますがこの単年度版っていうのが。 であの例えば、ですねああのじゃあ、えー、今年、まあ、あのね、えー、皆さん今、民法の過去問とかこれから買いますよねで、えー、その後、えー、今年の本試験が7月2日に実施されましてでその7月の本試験問題が今売ってる民法だとか不統法の過去問には載っかっていないんですがで、えー、ただあ、今年の本試験問題が皆さん本番の来年の本試験にまるまるそのまま同じものが出るっていう可能性は高くはないんですよ。 なので、えー、今年の本試験問題があ、ね、あの今の過去問に含まれてないけれどもってのはそれ入れられないんですがあのただ、それに関してはあの基本解かなくていいかなと思います、今年の本試験。ただ、あのこのあと話をしますが今年の本試験に関してはあの、ねそうですね、お試し本試験で受講することも一応念頭に置いておいてくださいという話をするんですがで、えー、ただ、今年の本試験問題、えー、解くのであれば一応です、ね、こ、えー、今年版の単年度版というのが一冊出ますので今年の本試験だけの問題ね。 ですから科目別の中に入ってないけれども今年の試験1年分のやつは出ますがそれは8月下旬に単年度版として発売されます、まあ、ただその今年の試験バージョンに関しては買ってもいいし買わなくてもいいというところではあります。ですからまず過去問が必要となってくるのはとりあえずはまず民法ですね民法常中下これが必要となってきますとであとあの講座を申し込み時にポイントついてると思うんですよ。 なのでそのポイント、まあ、期限もあると思うのであの早めにもうポイント消化という形で受付で使って過去問を買っていただくといいんじゃないかなと思います。で、あのただあの、そうですね、えー、っとですね、アマゾンとかで買うよりは受付で買った方がレックの受付ないしはレックのサイトで買った方があ確か1割引きになると思うんですよ。 あの別にそこ気にしねえとかいう方は別にどこで買って,いいと買ってもいいと思うんですがあのただあのそうですねメルカリだとかで買うとちょっとあのバン古かったりすることもあると思うので、えー、買うんだったらもう一番新しいやつで受付で買うと1割引きになりますがあの一般書店さんとかで買うとあのその通常の定価の価格になってしまうので、えー、なのであの受付で買うとまあ1冊ずつ買うこともできるので。 であのまあ、ちょっととそこはあの深度に応じてご購入くださいとたださっき言ったように10月に新しいバージョンが出るので、えー、10月、まあ、例えばあの9月ぐらいに会社用の加工も買おうかなと思ってたら時期的にもうあの、ね、在庫ないですと言われちゃうこともあるので大体いい科目によっては夏ぐらいで在庫なかったりすることもあるので。 えー、なのであの一気にね解消まで買わなくてもいいんですが夏前ぐらい夏ぐらいまでにはあのちょっと用意しておいた方がいいのかなと思いますあのずっと在庫なくなってしまうとさすがにもう8月9月ぐらいになると、えー、10月に新しい版が出るので、えー、増殺できないんですよおなのでちょっとそのアンケート書ここも,もうちょっと早めにあの秋,秋口ぐらいまでの分に関しては買っておいた方がいいのかなと思います。 あと震度に応じてご購入することをおすすめしますなんかのがその部分ですね。であとあの今のでカッ2番の3行目「択一は必須記述はできれば」とありますが択一に関してはあの過去の本試験問題、まあ、過去問でぐるぐる解いてほしいんですが記述の過去問に関してはまあなくてもいいかなっていう感じなんですよ。でこれどういう意味なのかっていうと、えー、記述の問題っていうのはこの後ご説明しますが毎年大型事例問題で1問なんですよ。 で、えー、不動産東京の記述問題1問商業東京の記述問題1問なんですがじゃあそれと全く同じ形式の問題全く同じ論点の問題が、えー、繰り返し年おきに出るかといいうとそれないんですね毎年大型1問なので、まあ、いいとここの論点が次に出るのっていうのは、まあ、大体10年後とか15年後とかあなったりするので、えー、ですから過去問をぐるぐる解く意味はあまり多くないです。 そしてまた記述問題に関しては、だいたいですね、えー、5年スパンぐらいで出題傾向変わるんですよ。えー、5年でガラッと変わるわけじゃないですよ。えー、じわ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 変わっていくんですが、そうすると5年前の問題と今の問題って若干出題、えー、形式変わっているんですね。10年前の問題だったりすると全然違うような形式なんですよ。なので、えー、記述の過去問は過去10年分ぐるぐる解くということについて、今後の本試験対の対策としてはあまり大きな意味はないです。 いいとこ3年分直近3年分ぐらいを本試験スタイルの問題になれるといった意味においては、えー、解く意味はなくはないんですがただそれに関してはあのレクの予想問題的なところ今後記述の講座だとかあと直前期にも公開模擬試験だとかで、えー、たくさん本試験レベルの問題を解く機会はありますので、えー、最近の本試験傾向の問題に関してはあむしろ、えーね、直近出てない分野からの出題。 で新しい予想問題的なものはレックの方でも出しますのでそちらの方で新傾向の問題対応に関しては十分じゃないかなと思いますから記述の過去問に関してはまあなくてもいいよとただまあね特に直前期になって近年の本試験スタイルの問題にちょっと慣れておきたいかなという傾向があるならまあ直前期に余力があればやれるぐらいで少なくとも今から記述の問題をゴリゴリ解いていくっていうことは基本しなくていいですというところですですですから卓、ま、越、あ、に関してはしっかりぐるぐる回していくっていうことが必要です であとですね、えー、今度、括弧3番なんですが6法ですけれども6法、ここね、P25 とありますがちょっとね、ブレイクスルーの25ページを横に並べてみてほしいんですよ。 でブレックスルー25ページの図表がありますね、えー、こちらでちょっとご覧いただきたいんですが、ここの図表です。で、えー、6法に関しては、あの今ね、の講義ノートとちょっと横に並べて並行してご覧いただきたいんですが、あ6法は、えー、これはの講義あの、そうですね、必要となってきます、で6法は各自でご購入をお願いしますと、これはレックには、あのここに載っかってるものを、をいずれか1冊で構わないんですが。 ね、あのね、えー、レックでは、レックでお出ししている六法で言うと、ちょっと今画面に映しますね。えー、こういった司法書士受験六法というのがあるにあるんです。で、えー、こういった、あのー、司法書士試験六法とかいうのがあるんですが。とりあえず、これ、今画面に映しているあの、この小豆色の表紙なんですが。で、あの、今度、確かね、十五日ぐらいに新しい版が出ます。ね、えー、司法書士試験に必要な条文が、ここにすべて載っかっているんですが。まあ、あの、一応ですね、ただ、これじゃなくてもいいです。 あの一応レックの使用書試験用の六法としてはあるんですがであの価格2800円、確かこれも1割引きなのかなであ,のありますがであの一応、これの特徴としては横書きであ,のあと、開きやすいというメリットはあるのかなと思います。で通常の方だったりすするとあのそうですね、えー でここで例えばですね、えー、これらの六方まあ一般的に少々書試験で使うような六方ってこの辺りなんですがであのただあのこれ全部じゃなくていいですよどれか一冊で構いませんどれか一冊で構いませんが、えー、この中で、あのー、まあ強いて言うと2番か4番ぐらいにいいんじゃないかなと思います。でこの2番か4番で言うと例えばそのポケット六方出入り六方っていうのがちょっとこれ半古いんですがであの大体ですね、えー、このぐらいのサイズこれはポケット六方。 デイリー六本の大体このぐらいと同じなんですが、まあ、なのであのさっきのレックの六本に比べてレックの六本の方が若干大きいかなという感じです。でただ若干ちょっと一回り大きいかなというぐらいなんですがであ,のあとまあそうですね大体どのデイリー六本でもポケット六本でもあの縦書きなんですよ。大体六本って縦書きなんですね。 で、えー、縦書きがあのまああとちょっと若干字が小さいとこういうところもあったりで、えー、なのであのまあ若干ちょっと読みづらいっていう方もいますね、えー、なのであのこれねでぜひあの一般書店に今あのロッ法律書のコーナーとか行くとロッポがあのだいたいありますので、えー、そこに行ってあの例えばそのデイリーロッポとポケットロッポを、えー、見比べていただいて。 であの自分に合ってるのどっちかなと何、えー、となくあの紙質だとかね、えー、自体だとかあこれを見比べていただいてであとそうですねあの、まあ、今あのこの司法書士受験,受験六法だとかあの後で休憩時間だとかに前置いておきますので、えー、ちょっと見ていただいて、えー、この司法書士受験六法だとか、えー、そういったものを見比べていただいて若干こっちの司法書士受験六あのレックの六法の方が字は大きいんですよ。 ただまあ、そのあたりであの価格と勘案して、えー、どれがいいのかなというところを見比べていただくとで、えー、じゃあ6法ってです、ねえー、一応ちょいちょい引いていただきたいんですがただ、全、ねえーまあ、科目についてぐるぐる6法を引くという感じでもないんですよ。6法が大事になってくる科目でいうと民法と憲法とあと会社法に関しては、えー、結構頑張って引いてほしいと。 多いところはありますが、ただ全科目ぐるぐる引くってわけではないので、まああのね講義、えー、中で、えー、まああのロッ引くこともあるんですが、講、え、義、ー、中ロッを参照したりすることがあるのはあのね、えー、民法だとかあと憲法だとかあと会社法だとかなんですが、ただ毎回毎回必ず条文引くってわけでもないので。 ただご自宅で勉強する時にも一応6本引くこと条文読むことに慣れていただきたいという面もありますからあの6本持ってないけど一発で受かりましたという方はいないので割と一発で受かる方はあの特に会社法だとかっていうのはあのしっかり条文読みましただとかっていう方は多いのでそのあたり条文学習も必要となってきますというところです。 六、えー、本に関してもさっきの過去問に関しても新しいものをご用意くださいって言いましたが六本もあの講義のほに書きましたが、えー、必ず最新のもの、えー、これをご用意くださいというところであの大体六本でですね毎年秋口ぐらいに新しいものが各出版社から出るんですよ。でえー、なので今売っている六本、まあ、2023年版ですね、えー、こちらこれをご用意くださいというところです。 で一応、先ほど言いましたあのねどれか1冊でいいんですよとままあ、あのーまあ、そうですねレックに持ってきたりだとかでいうとコンパクトバージョンの丸2番のポケット六本だとか丸4番のデイリー六本とかでいいんじゃないかなと思いますが、えー、若干、ちょっと字がちっちゃいとかいうところもありましてまあ、だったら司法書受験六本だとかねでもいいんじゃないかなと思います。でで一応ですね、えー、特徴とししてて書いておきましたがノート1ペートペジの方 え黒丸1つ目ですが、えー、小型六方というのが先ほどご覧いただきましたこの,、ねえー、あのポケット六方だとか出入り六方なんですがあとはそうですねあの小型サイズで引きやすいというところですであと2つ目の黒丸司法書士試験の専用六方といたしましてであの一応ですね司法書士合格六方というのもあります。であのー、三堂から出てる であと、えー、あの詳細登記六本とかありますが、えー、こちらですねちょっとね詳細登記六本になるとあのブレイクスローの下の方に書いてある丸六番なんですがでかいんですよ高いんですよであのただまあここまではなくてもいいのかなと思いますなのであのまあそうですね、えー、小型版の方がいいできるだけ安価安く抑えたいって方は、えー、小型版の出入り六本かポケット六本で。 でいやいやあのデイリーロッポーポケット6本になるとここにあの図表があるんですがデイリーロッポーポケット6本だと表書試験に必要な条文が全部載ってるわけではないんですよただ全部載ってるわけではない大丈夫かってとこなんですがそんなに引かないような条文もあったりはするので、えー、なのであのね必要な条文全部載ってるものがいいとお言うとまあ今ねあの ちょっと、まあ、1回か2回しか行かない条文とかだったりすると、まあ、あの特に陶器に関連する法令なんですすよ陶器に関連する法令でかなり細かいものがあったりするんですがそういったものは通常の一般の六法には乗っかってないんですよ陶器に関する細かいやつね。ただそれってねしょっちゅう引くわけではないのであのまあ確認したくなったら今ネット検索で出てきます。 うーんなんとかスペース条文とか入れていただければ、えー、ネットですぐ拾えますのでそこが気になったらああねあのそこで確認するぐらいで十分なのでですから、まあ、私個人的には小型版でいいんじゃないかなと思います。でその小型版の中で、えー、黒丸のところ1つ目の黒丸のところで小型版だとデイリー六本かポケット六本なんですが強いて言うとどっちと、えー、自分で決められないっていう方はデイリー六本の方がいいと思います。 なんで,、えー、でかあのここにあるのはポケット六ーなんですがなんで,、まあ、でかっていうとあの会社法ってですね順、えー、用条文というのがありまして順用というのはある条文の中で他の条文を引用することがあるんですよ。で例えばある条文で何条を順用するとか他の条文引用しますそうすると会社法って条文大事なんですが引用先の条文を次読まなきゃいけないんですね。 ただ、このデイリーロッ本は引用先の条文が括弧書きでこの話ってなんごね乗っかってるんですよ。なので、引用先の条文に渡らなくて済むといった意味においてはちょっと条文が読みやすい、引きやすいというメリットもあったりいたしますのでそういった意味においては、まあ、あのできるだけコンパクトに安く済ませたいのとあとまあ、ね、ちょっと会社法の条文大事になってくるので強いて言うとポケットあのデイ出入り六を一冊でいいんじゃないかなと思います。 ただし、この順用に関して言うとちょっと下降りてください、括弧4番ですが、上記以外でご購入をお勧めする予定の書籍とありますが、これ、まあ、絶対に買いなさいってわけではないんですが、丸一番で、完全整理択一六法商法ってありますが、これ、会社の条文集なんですが、一応ですね、今画面に映すのが、これがこの完全整理択一六法の民法に該当するんですが、 これですね。使用試験予備試験ってありますが、あの使用試験となってますが、あのそうですね、あのまあ使用者試験、えー、にもかなり使ってらっしゃる方多いです。これ画面に映してるの民法。この後民法とか使っていくので、であのこれレックでから出しているやつなんですが、商法というバージョンがあるんですよ。で、それの会社を特にさっき言った準用条文が乗っかっているのと、えあとですね、プラス結構ですね、これ民法ではありますがあの 会社法とか民法で条文大事なんですが、まあ、ちょっとまとめの図表だとかねそういったものも中に入ったりはしているので特に会社法だとかに関しては若干ちょっと解説が入ったりだとかしているのである程度学習進んだら会社法の条文を強みしていくというところととあと知識の整理という形でこういったものがあってもいいのかなと思うので。 なので、まあ、結局ねあれこれ言うと、まあ、どれがいいのというところなんですが個人的にはあ、ね、デイリー六法かポケット六法どちらかとこの択、ね、一六法の会社法特に会社法って条文がとても読みにくいんですよただ一発合格される方ってですね、えー、最終的には結構会社法の条文強み頑張りましたとかあっていうふうに言ったりする方多いのでですからあ会社法に関しては、えー、別で、まあ、条文対策として。 えー、この、えーねあのー、完全整理択一六法があってもいいのかなと思いますただまあそれもですねとりあえず会社を、えー、最初の2回3回受けてみてやっぱ会社の条文ちょっときついわと思ったらあその時点でこれを買うという形でも構わないのであの今からね先に会社の条文だとかこの商法の条文買っとくっていうことまではしなくていいです。 ちなみに、えー、私はの画面の方であで民法の条文だとかって結構画面に映したりして、えー、あの話をしていくことあるんですが、まあ、これはあのー、私が民法のこの完全整理卓越六法を買ってるからといって、あのー、<laughs> 移してるからといって、えー、民法に関してはこれ買わなくていいです。民法法は通常の6法で十分やっていきます会社法ど報道は重要に多くないし、えー、であの図表だとかに関しても、えー、一応ブレイクスルーにも結構図表乗っかっているので。 民法はなくてもいいですが私は画面の方に映すのが、まああの割と、えーあのそうですね、横書きで書いてあって画面に映して見やすいというだけなのでなので私が民法のこれ使っているから私もこれ買いたいですってことをおっしゃるんですが民法に関してはもうポケット六ーだとか出入り六ーで十分なのであとは会社だけは買った方がいいのかなと思います。 というところであと、丸2番ですが記述式対策、1番下、ね、ノート記述式、えー、対策ってありますが記述式対策に関してはひな型コレクションとありますがこのひな型っていうのは記述問題でですね具体的な事例形式の問題で例えば、ここに3つの不動産がありますよ3つの不動産をめぐってこのような契約だとか相続だとかいろいろぐじゃぐじゃした話がありましてかなりボリュームのある事案で。 そこについて自分でこの契約はダメだから登記申請しちゃいけないだとかこの相続関係に関しては、えー、こういう相続人でこういう、ねえー、相続分だとか、えー、この人がこんだけの割合で受け継いだでそういったものを紐解いてで実際登記の申請書を書くという事例形式の問題なんですがその時に、えー、登記の申請書に書くというね申請書に記載する言葉ひな型というものはもう決まってるんですよ。 文章で説明的にやっていくんじゃなくてこの時にはこういう言葉を使ってこういう申請書を作成すると、まあ、まさに実務化登用試験というところで、ね、あのじゃあそこで使ってるワード用語に関しては、えー、自作じゃダメなのでもう決まってる言葉で書いていかなきゃいけないんですよ。それひな型っていうものを覚えていかなきゃいけないんですがでそれが一、まあ、冊まとまった参考書みたいなやつです。 で一応テキストにもひな型は載っかってはいるんですがそのひな型の学習に特化したひな型だけがギュッとまとまったあ事例形式のちょっと問題集的なやつです。なのでひな形コレクションに関してはあった方がいいいかなと思います、まあ、一応なくてもひな型の情報はブレイクスルーテキストには載っかってるんですがひな型だけのひな型集ですね。 があってもいいのかなと思いますで、これも詳細講義のあのまたその各科目でやっていきますがこの雛な形コレクションはレックでお出しているやつなんですがこれ不動産登記と商業登記ありますが不動産登記はあった方がいいです商業登記はそれほど雛形のパターンが多すぎはしないので不動産登記ほど多くはないので不動産登記はあった方がいいです商業登記はまあなくても何とかやっていきます ああのー、まあ、一応、ですね震度に応じてあああのね、えーあのね、ー、まあ、ご購入していきましょうあと米印なんですが一応レックの書籍この丸一番、丸二番のレック書籍なんですがで米印、震度に応じて震度状況に応じて進捗状況ねであ,のある程度進んでいる方はこういった他社さんの問題集。 他の予備校さんの問題集でこれいいよというものは講義の中でご紹介していくこともありますがでこれもあの絶対買わなきゃいけないってものではないんですが例えば記述の問題がある程度自分はもう結構進んでる記述楽しいというのであればプラスあるはこれ入れてみたらとかいう形でご紹介することもありますが。 まああの一応それも講義の進路に応じてねというところでそれは登記法だとかの中でご紹介していくことがありますがまあ一応、ですね基本的には私ね教材をあれ買えこれ買えあれ買ってこれ買ってっていうのは次々教材を買ったりするのはあの合格に対しては遠回りになるというスタンスなんですよ。目の前のものをしっかり仕上げるとそれがブレイクスルーだったり講義ノートだったりあと過去問だとか。 これをしっかりぐるぐる回してそこを仕上げていくということがこの格の近道あの手を広げすぎてしまうと全部が中途半端になってしまってねあのねえー、しまうのでそれはあのね結構ねこういったあの講座だとかあのねえー、受けてるとなんかね、えー、あの本屋さん行って司法書士のコーナーとか行って「これよさそうだあれよさそうだ」でネット見て「これいいよあれいいよ」って言われても紹介されても全部買っちゃって。 でえー、いう方いらっしゃるんですが否定はしませんが、ね、するなとは言いませんがただあんまりね、えー、一発合格されてる方で教材あれ買いましたこれ買買いいままししたたこ的なものは多くないんですよ、まあ、なのでさっき言った「あいいとこ他者の教材をちょびっと紹介した」まあ、あの紹介しても2冊ぐらいですでそういったものは「あれは追加でやりました」とかいうレベルなんですね。 えなのであ,のあんまりね、えー、次々教材だとか買っていくあと割とですね、えー、予備校なのであの単発的なね講座だとかっていうのはあれこれ、えー、あのなんかねちょっと魅力的な講座だとかを用意してたりするんですがそういった講座単発的な講座だとかああいったものも次々受講すると、ね、目の前のこの新15か月合格コースだけでもかなりハードになってきます。 でそれもしっかり復習していただいて受けて復習して合わせて過去問をぐるぐる回していくということが必要になってくるので基本的にはこれはあの社会人受験生でも専業受験生でも基本的には他の講座に手を出してる余裕ないぐらいのボリュームなんですね。 えー、なので、まあ、その辺りですね、えー、次何かね追加で口座欲しくなったという方はその方の,、ね、あの今の、ね、現状のこなし状況だとかに応じてあの、まあ、どうしてもっていうのであればご相談してくださいであの相談してあのあじゃあそういった状況であればいいんじゃないのとか。 ねあのね、そこやってないのにこっち,こっちやるなとかあっていうふうに結構わ、まあ、割と本音で言っていきますのであの、ね、これはどうかなと思ったならばあのそうです、ね、あの目の前のものが消化できていないのに基本的には他のものに手を出すと合格遠のくよというのが基本スタンスです。まあ、どううしてもっていうのであればご,あのご相談くださいでは続きまして今度ノート2ページに行ってください。 元2ページなんですがで今度ですね3番で受講に際してとありますがで講義に関しては先ほどちらっと言いましたが一、えーまあ、あコマという言い方をしますが一コマ、まあ、1回の講義、ね、が合計で3時間になりますが1時間25分10分休憩挟んで交換,交換1時間25分で、えー、ただ10分前後延長することはあります。 ちょっと早く終わることはありますが、まあ、ただ基本延長すると思ってください。で一応10分前後とありますが、えー、会によってはあ20分ぐらい延長することもあります。 なのでまあちょっとそこはご了承ください。であと、えー、特に今これ生ね、えー、生であの講義やってますがであのー、これからまああの基本的には平日夜と日曜日で講義進んでいきますがでスケジュールの後で確認しておいてください。えー、今この春生っていうのが先行で去年の秋からスタートしている秋生を追っかけていくっていうスケジュールなんですよ。で、えー、であとは不動産登記で追いつくというスケジュールになっているんですがなので追っかけていく状況の民間 は結構週3コマだとかあー、ねえー、あのゴールデンウィークだとかと祝日使ったりするので週4コマとかで進んでいくんですが6月ぐらいに先行の秋きに追いつくスケジュールなんですが追いついてからは毎週日曜日追いついつてからは毎週日,曜日の、あのー、そうですね。えーねあのー 2コマという形になりますのでちょっとスケジュールの方をよく確認しておいてください。で今、全体構造は日曜日にありますがであと、そうですね、えー、っと生でいうと,、えー、っと3月18日から民法に入りますが3月18日からは毎週土曜日、えー、で土曜と、ね、木曜ですね木曜の夜と土曜日に2コマという形になって そそして、えー、そうですね、えーっとえー、5月の28日に追いついたらあ今度は日曜2コマという形のスケジュールになっておりますので、えー、そこちょっとスケジュール確認していただいてでただ、えー、絶対あの全部生に出席しなきゃいけないってわけではなくてで一応、これ収録したものがズームであの、ねえー、ご自宅で見られるのとあとそうですね、えー、っと当日、夜か翌日にはもうネットにアップします。 で、えー、そうするとあのまあ、そうですね、えー、欠席した分はあのね例えば月曜日にネットで見られるとかであと復習的にネットで見るという方もいます。で一応生で受けたけれども、えー、部分的にちょっとねここもう一回聞いておきたいかとかで復習で見るという方もいますし。 でえー、なのであの、まあ、絶対に何が何でもいろんなものを犠牲にして、えー、いろんなものを予定、ね、全部外して、えー、生講義に出るためそれぞそれで、ね、学習欲としていいと思うんですがただあの、それがずっと続くといろんなものに手話すくるぐらいだったら時々、ウェブで受けるだとか。 あーっていいうのもありななんじゃないかとこれ続けるためにある程度ねご自身の予定と優先することも必要になったりすると思うのであのまあ万が一欠席してもただウェブで見られるので基本的には次回講義までにはウェブで講義を受けておくだとかあとちょっと苦手だなと感じたところに関してはもう1回講義で例えばあのウェブの方でちょっと倍速で講義を見るだとかね。 えっていう形で、ね、あのね、えー、そこはしっかり保管していただきたいかなと思います。でちなみにあの生なので、あのそうですね、ウェブで見られるものもあるんですが、結構ですね、あの過去の受講生さんだとか、先行している学生の方でいうと、あの生講義に出てきて、あのアプリか IC レコーダーだとかでその場で録音していただいても構いません。 であのその場で録音すると例えばその録音した分ですね通勤時間の往復だとかで一度受けた講義であれば手に教材持っていなくても一応耳からフレーズとして入ってくるだとか復習的に音声ですねそこで学習するという方も中にはいらっしゃったりしますのでなのであの、ね、その場で録音するのは全然ありだし。 でそうするとあの一応ネットに上がるのもあの早ければ当日に上がることもあるんですがちょっとおねあの一応あの約束できるのは翌日アップなんですよ当日場合によっては既存の都合だとかで上げられないこともあるので一応翌日に上げられますがあとなるともう帰り道から来たいだとかねであればもうその場で IC レコーダーだとかで録音していただくというのは全然ありです。 で一応ですねそういった形であのおそらくですね、えー、まああの場合によってはちょっとあのまあこれ人間になのでしょうがないんですが、えー、講義途中うとうとしちゃったことがないとも言えません、えー、私も受講生時代ですね生講義で受けてたんですが、えー、講義中うとうとすること結構ありましたで、えー、ただあねそうするとまああのその分抜けてしまうのでうとうとしちゃったならばその時間をメモっといてください、えー、あのね何分ぐらいとかね。 でもしくはちょっとここ苦手だからもう一回聞きたいと思った場合であればご自宅に戻ってそのウェブだとか録音したやつでその部分だけもう一回聞くというのは全然ありですからあすべての内容が一発で全部すっきり分かった状態で家に帰ってその後復習ってわけでもないんですよ残念ながら。 内容的には講義受けて一応なんかもやっとした話が出てくるだとか途中ちょっとねぼっとしてて抜けてしまっただとかっていうのはしょうがないあると思うんですよ。でそこに関してはもう一回聞くだとかっていう形で復習時に必ずものにするということはしていただきたいかなと思います。 で、えー、じゃあそこで,です、ね、で括弧1番、えー、受講に際してなんですが一定ペースを保つというところで全部で講義130回ありますがであのー、おそらくこの「司法書士試験チャレンジしようかな」と思うときにあのー、どっかで続けられるかなこのボリュームとこうに思うことあったと思うんですよ。 でいやいやそんなこと考えたことないという方もいる,いると思うんですがただ、例えばその働きながらあ家事だとか育児だとかしながらいろんな環境の方いらっしゃると思いますがあの基本的には、例えば専業だろうと社会人だろうとあの講義は、まあ、あの一定ペースで受けるということ、まあ、要は学習にムラがあったりすると、えー、あのそのままヘェードアウトしてしまったりすることが過去にもいらっしゃいました。 なのであの基本的には、えー、スケジュール、まあですね、通学なので皆さん一応この春生は通学の方向けのみの講義なのであとで秋生に合流すると秋の講義は収録したやつがこれの数紙に回るんですよ。なのであの秋生の講義で合流すると、えー、生クラスの方だけの話ってちょっとできなくなるんですがでこの春生は生クラスの方だけの講義なので。 なので皆さんのマイページ見ていただくと先行してる空き巣の講義ってもう全部上がってるはずなんですね。であ,のあと、えー、あのこの取っ手出しのハルスへの講義もあとで上がっていくという感じになるんですが、まあ、なので一応ですねあの、まあ、両方あるんですが、まあ、とりあえず受けた講義で復習したいのであればハルスへの方、これ欠席ウェブフォローという形になっています。矢印のののとこね、欠席ウェブフォローっていうのがこの、ね、取手出しの収録講義。 であとああの通信の方に向けるとこれ欠席ウェフォローって2週間で消えちゃうんですよ、取っ手出しのやつね。で、2週間で消えたらどうなるのかというと通常の,週あの通信向けのバージョンに切り替わります。でえー、通常の,週あの通信向けのバージョンは本試験のあと、ね、2024年の7月までずっと皆さんのマイページで見られる状態。 なのであのしばらく経ってから民法をまたちょっと振り返って勉強したいだとかっていうときにもえ民法の講義はメッネットのに全部マイページの方に上がっているので,でそこでまあ音声ダウンロードしていただいて過去の講義をダウンロードしたやつを通勤中に聞くだとかあでもいいですしで復習用に聞いていただくのはそのまま聞くやつだと欠席エボブフォローという形にはなります。 あと、まあ、そこで、ですねあのかっこ1週間単位で復習まで含めて翌週に持ち越さないことを目標にとありますがあの例えば今、3月で結構仕事忙しいだとかっていう方もいらっしゃると思いますがえ基本的にはよほの,のそういったね特殊授業だった年度末だから忙しいだとかじゃない限りはあの基本的に講義あの、ね、このあと木日日という形であのエレギュラースケジュールなど民法の間は進んでいきます。 でえー、木曜日の夜の講義はちょっと来られないだとかいう方もあらかじめ木曜の講義来られないと分かっているのであればもう木曜の講義文に関してはさっき言った空き性のウェブがもう先にネットに上がっているので,でそれを先に受けておくでもいいですしウェブで受けるんだったら1コマ3時間分はまとめて全部一気に3時間分受けなくていいです。 例えばあ、ねえー、日曜日は出席しますよ日曜の講義を頑張って、えー、日曜の講義の夜日曜の夜と、えー、月曜火曜ぐらいで復習するとそして、えー、水曜と木曜に分けて空き巣用の講義をお一コマ分聞いてで次の日曜日に来るでも構いませんしなので、えー、特にこの民法学習中に関してはあの、まあ、先行で空き巣の講義がもうネットに上がっているので,でそれで済ませることもできますし。 ただ、やっぱりね強制力だとかいった意味においては生クラスに出てくるだとかいった意味においてえあ,のあと、秋制の講義を受けてなおかつ春制の講義を生で聞くとういうこともダブル受講もできますのでただ、民法はやりすぎってことがない科目なので,でただあ、ある程度この全体構造と民法の間のスケジュール管理が今後の学習に影響してきますので,でそこでまあ1週間単位で翌週に持ち越さない。 ということここで管理していくと、まあ、割と継続率は高くなりますで最初の,、ね、あのスタートダッシュの部分で学習ペースが乱れてしまったりするとその後立て直しがなかなか難しくなってくるので学習習慣ですねそれも含めて全体構造の間からですねあのもう全体構造の間まだねあの京都とか一コマなので若干ゆっくりですが。 まあ,ある程度もう民法学習経験作っておきたいとかいうことであれば先に上がっている空き巣の方をざざっと見ておくとかでも構わないと思いますまあそこはご自身の時間の取れる状況でただあくまでも目の前の講義を最優先なので例えば今日の全体構造の復習そっちのけで空き巣の民法を聞くだとかというのは本末転倒なので目の前の講義を最優先するという形で取り組んでいきましょう。 であと講義は必ず受けて復習をしてください。 復習まで含めて翌週に持ち越さないというのがで、えー、講義って、まあ、特に、えー、あの民法だと学習,学習経験ある方は、えー、講義受けて全部その場で分かっちゃってであ,のある程度民法を進んだら講義受けました復習せずにもいきなり過去問解きますとこういう方向に向かう方いらっしゃるんですが例えそれが例えば法学部だとか行政書士試験だとか他の資格試験で民法学習経験ある方でも必ずテキストを読むという形で復習はしてほしいんです。 で、えー、かなり司法書試験の民法、えー、細かいです、えー、あの全資格試験の中で一番細かくあの、ねえー、難しいと言っても過言ではないぐらいです、あのー、そのぐらい難しくて細かいんですがあの民法に関して言うと司法,書、えー、司法試験とかよりは難しくて細かいと思いますでそのぐらいやっていかなきゃいけないんですがその時ですよあのまあ講義聞いて大体わかりました過去問解いて大体解けますという状況であったとしても、えー、テキストをちゃんと読み込んでない人はその後民法が伸びないんです で直前期になって全然民法の点数悪いんです民法私得意だと思ってたんですけどという方あいろいろ話じっくり聞いてみると復習はどのぐらいしたとかちょっとブレイクスルー見せてとか言うともうほぼほぼ書き込み入ってなくて、えー、テキスト読んだって聞いたらいや読んでませんみたいな形で,であの、ね、講義と並行して復習してない状況だと、まあ、民法の本当に基礎が構築されてない状況なのでまず抜けるのが早いです抜けるのが早くて話の整理ができていないんです。 そうすると直前期になるとなんか久々に見たみたいな形でなんだっけこれというものが多くなってきてでそれを直前期に取り戻していくっていうのは直前期にテキスト読み込んんででいる場合じゃないんですよ直前期って多くの問題を繰り返して解いていかなきゃいけないんですがその頃になってようやく民法のテキスト初めて読みましたという状況だと、まあ、残念ながら間に合いませんなので民法をやりすぎってことはないんですが必ず講義を受けて復習をする復習はテキストを読むその上で囲むんです。 でそこの順番を間違えてしまうとちょっと受験生活長くかかってしまうという傾向にありますのでそこはご注意ください。あと、まあ、丸二番通信受講生とありますが、まあ、通信に関してはあ皆さんはいいかなと思います。であと、二、えー、番、えー、予習は不要復習完璧にとありますがであの特に民法学習経験ある方はさっき言った形で民法の空き制のウェブを見るという形で予習するのはありです。 ただそれはあくまで予習というのよりはまあ講義を受けるという形でダブル受講みたいなもんですよね。なのであの民法の講義を受けるという形でざっと見ておくはのはありなんですがただあ民法以降の科目不動産投機以降になったらあ規制と合流するので先にネットに上がってるというものはなくなります。でそういったときに、まあ、あのあの特に結構ね民法学習経験とかある方おっしゃるんですが不動産投機やったことないから不動産投機をちょっと先にやっておきたいと。 ここういういところででなんかであのブレイクスルー自力で読んでみますとかいう方いるんですがただあのそうですね基本的には予習はおすすめしません、えー、というのがあの予習して頑張ってテキスト読みましたということで、えー、結構あるのが講義の中では出るとこ出ないところでチェックカットという形でいらないところばっさりカットするんですよ。 ただ予習するときにそこゴリゴリ読んでしまってあの読んでわ悪いことじゃないんですが学習意欲としては素晴らしいと思うんですがただあカットのところを頑張って読んでみたあ講義来てですねそこバッサリカットされた予習した時間がまるで無駄になりますよね、えー、時間効率考えたらあまあまなのであの予習に使う時間があるぐらいだったらだったらその分全部復習に使ってほしいんですよ まあなので予習をしなくていいですとであのここから先進んでいくと、まあ、基本的に予習している時間はまあないと思います。 でえー、予習するぐらいだったらあ講義受けて復習して、えー、過去問解いてであと東京だとかに入ったら加えて技術問題も解いていかなきゃいけなくなったりするので、えー、前倒しで予習してる暇はないので、えーまあ、なので、えー、講義受けて、えー、そこでちょっと話が一発で分かんなかったならばその分はウェブで保管するだとかその場で録音してあとはあとからそこだけピンポイントで聞くという形で、えー、受けていけばいいので。 まあ予習はあ基本しなくていいです。ただその分復習完璧にしていただきたいのと復習はためないというのを絶対ルールにしてください。で、えー、過去の一発合格者の方であのそうですね、えー、復習があ追いついてないという方で一発合格された方いないんですよ。 で例えば社会人受験生とかで、えー、時期によっては仕事が忙しくて、えー、あの勉強時間が取れなかったという方もいるんですが、えー、ただ一発合格した人に聞いてみたらでも忙しい時期ってどうしてたとあ例えば去年の一発合格者の方で、あのー、そうですね、えー、法学部出身じゃない理系出身で完全社会人で。 えー、かなりあの時期によっては夜10時11時ぐらいまで仕事するという方いらしたんですがでその方もですね結構勉強時間のやりくり苦労されてたんですがただあの絶対に復習はあのして、ね、復習食べないとであ,のあと、えーそうですね、結構遠くですね家が横浜職場が千葉とかで、ね、池袋に通われてて。 であのね、池袋の生あが受けたいというところで池袋に通われててで仕事忙しい時はもう今生来なくていいからともうねそこの通学時間考えたらあなた今忙しいんだからしばらくウェブで受けてなさいとういうところで,でただウェブで忙しい時期も往復時間考えたら勉強時間捻出のためには生で受けるということよりは往復の例えば23時間必要になってきますねそれを机で勉強した方がよっぽどいいから。 あっていう形でで、えー、しばらくウェブで受ける期間があったりでただその分絶対に講義はけれないというところと絶対ちゃんと復習するという形でやりくりはしてたというところはありますのでですからあ学習進んでくると今のあなたにとって何が一番大事なのかと生講義に出てきて、えー、まあ強制力を持って一旦、えー、定期的に進めていくことが大事な時期もあれば、まあ、テンション下がった時だとかあに関しては絶対生に出てきてとかいうことも必要になってくるでしょうし。 ね、あのただ、あね、もう今更ペース乱れない自信があると、ね、今更脱落しない自信があるとかであればあのしばらくウェブで受けるって全然ありだと思いますただ絶対に抗議ペースに遅れなくて絶対復習をするということはあ心がけていただきたいかなと思います。で まあなので、講義スケジュールの管理と,あと復習をきっちりすることが第2条件というところでまああのね追っかけ事項の方は、追っかけ事項の方っは広い意味では春生も秋生に追っかけていくという状況ではあるんですがそうすると結構民法のスケジュールをご覧いただくと分かると思うんですがハイペースで進んでいきます、ね。 でそこのスケジュール管理ですね、えー、何かご自身で予定入れようとするときにもお、ねえー、ちょっと講義ペースがきつけつのときに自分で予定調整できるようなものであればちょっとその間は避けるだとかねあと、まあ、そうですね社会人の方とかであればあ有給のタイミング有給休,休暇を取るタイミングだとかも結構講義が詰まってるあたりだとかにそこにあの有給入れてみるだとかで、まあ、あ,のあと、まあ、年間スケジュール的なところでいうと。 本当に忙しくなってくるのはだいたい会社法から商業登記ぐらいです。あの民法の終わりぐらいと民法の終わりぐらいと不動産登記の後半とまあ会社法と商業登記なんですが、ただ時期的に商業登記の時が時々祝日を使ったりするようなスケジュールになってて。 でえー、商業登記あたりっていうのは、えー、結構ですねあああのーまああのま全体で言うとあのー、ハードまあ解消のあたりっていうのは、えー、ずっと週2コマあの日曜2コマだけで進んでいけるんですが、えー、ちょっと商業登記見てもらうと、えー、商業登記時々祝日が入ってたりし,したと思うんですがあの11月23とか26あたりね。 えー、あたりだとかあちょっとこのあたりは忙しくなってくるのでちょっとご自身のスケジュールどのあたりで有給入れようかなとかあ,、ね、あとなんかご家族だとかあいろんなもの予定必要なあればあ、まあ、そのあたり、えー、有給をどこに持ってくるか、まあ、ざっくり言うと、えー、民法の後半が忙しい不動産登記の後半が忙しいあとはああ商業登記のあたりが忙しいとこういうところですね。 ああとまあ、そうですねお試し本試験を受けたいという方このあとちょっとご説明しますが、えー、今年の本試験をお試し的に下見的に受けたいという方は、まあ、お試しといえどもちょっとそこに向けて点数取りに行きたいということであればお試し本試験前にちょっと有給入れてみるとかねまあそういった形で使ってみるといいんじゃないかなと思います。 あと3番ですがメモ用紙付箋マーカー等を用意してくださいというところなんですがでこのメモ用紙付箋マーカーなんですがあのそうです、ねえー、テキストが、まああのそうですね、色だらけで嫌になっちゃうという方はあの、ね、色鉛筆でも何,何でもあの色ペンでも何でも構いませんがであの私講義の中でやるとこチェッックいいいいらないととこころカットという形で、ね、で、えー、言っていくんですよでこれも別に色ペンじゃなくてもいいんですがあのいらないところカットの部分に関して一発合格される方でいうといらない 言わないところカットに関しては本当に読まないんですねであのここは一応カットだけれども1回だけ読んでくださいというものもあれば基本的にチェックカットというのはチェックのところはあ繰り返し読んでほしい。 えー、復習の時にはちゃんと自力で、えー、説明しながら読んでほしい、えー、カットのところに関しては基本読まなくていいですという形で例えば「ああのブレイクスルーテキスト」これ時間やっていく内容なんですが、えー、画面ちょっと映しますね31ページブレイクスルー31ページ3031を見開いていただいてで30ページに関しては、えー、このページは全部大事、ね、全チェックと。 いいう,うに言っていきますが私,はあの画面の私が画面で言うと「全チェック」っていうと私は上にぴゃって引くんですがただぴゃって引くよりも「ももうページ番号だだとか左上に丸けけるだけでで結構です全チェック」っていうページもあればあ、ね、例えば31ページで言うと上のワンポイントいらないんです。でその下3番の法律要件法律効果の枠ここ必要でその下の文書はもうカットでいいんです。 でさらに、えー、その下の図表のところに関しては、えー、ここはちょっとプラスアルファするぐらいにあのここは大事という形で、えー、余分なものを削っていきたいんですよそれでなくても司法書試験ボリューム多いので、えー、やるとこチェックいらないところカットというふうに言っていきますが、まあ、チェックカットを講義の中で言っていくのでカットしたところに関しては基本もう読まなくていいですでその指示、えーまあ、できるだけボリューム減らしたいのね。 えね、なのでチェックカット言っていきますがそれを講義の中で言っていくのでそれが復習時にチェックカットが分かんない状況だと余計なものまで読みあさってしまうとでここカットしたところを読んでる時間っていうのは基本合格に必要とないものになってくるので一応そういったものもチェックカット言っていくのでこのチェックカット私は分かりやすいようにこれ蛍光ペンだとかで示しますがで、えー、皆さんそれ分かるように何かしら復習時にこれチェックカットが分かんなくならないように。 ええー、まああのそれはあのね入れていただくようにしてください。あとまあ蛍光ペンなんですがまああのそうですね、えー、講義の中でこれ結構大事といったものに関してはあのね画面の方にちょっとね色つけたりすることもありますがだ私が使っている色に意味はないです。 ピンクとか黄色だとかに大きな何か意味があるわけではないので私なんかそれにある色をまあベルって使うぐらいなのであの私が使ってる何か色に意味はないのでちょっとそこは私と同じ色を使いたいだとかあ、ていうのは皆さんご自身で、えー、あのチェックは絶対にあの、ねえー、オレンジとかチェックは絶対に何色とかあっていうのは決めていただく分にはありですがただ「ブレイクスルーテキスト」が基本的にはちょっと重要なあ文言があの水色で使ってあるので。 チェックを水色でつけちゃうと場合によってはそのね、えー、部分的にチェックがかぶることもあるので水色以外で、えー、チェックカットを入れていくのがいいのかなと思いますがまあご自身で結構ね、えー、このチェックカット塗ってるだけでもかなり蛍光ペン減り早いんですよ。えー、なのであのちょっと蛍光ペンに関してはあの何色かぐらいあの別にたくさん必要ではないんですが、まあ、あの最低3色ぐらいはあった方がいいかなと。 思いますものによっては色分けをして読んでいくということもしたりはします特に会社法とかに入ると会社法の条文だとかに関しても,もう機械的に色分けをして読んだ方がかえって読みやすいと会社の条文って以上が長いんですよなので場合によっては色分けをして読んでいくということが読みやすくするコツだったりはするのでまあ2色3色ぐらいはあった方がいいのかなと思います。 あとまあ講義中しっかりメモを取っていただきたいんですがであ,のあとですね、えー、付箋マーカーですがあのメモ用紙っていうものは基本的にはブレークスルーテキストに直接ゴリゴリ書き込んでいけばいいんですがただ割と例えば後で確認をしておきたいだとか、えー、ここに関してはとか、えー、ちょっとこの時間うとうとしちゃったとかあもしくはまあまあ簡単にメモっておきたいだとかテキストに直接書き込むような内容じゃないけれども簡単にメモっておきたいだとかっていう時に、えー、あのメモ用紙じゃなくてもいいですあ何でもいいです裏紙でも何でもいいので。 そういったものが横に一個あるといいいのかなと思いますあと、まあ、そうですね不、えー、箋だとかに関しても不、えー、箋をあの後で復習の時にここもう一回ウェブで聞きたいだとかああいうふうな不箋をしたりだとかあと例えばですね、えー、ご自身で復習してて、えー、ちょっと分かんないとおいったところで、ねえー、分かんないところが出てきたら「教えてちゅうた」っていうネット上のマイページから私の方に質問いただくことは可能です。 ただ質問に関してはあの、ねえー、私はの通信も通学も今だと23向け24向け全部自分で担当しているので即レスをお約束でできないんですよで結構、混む時だと1週間とか最長で10日ぐらいお返事にかかることもあります。 ね、あの例えば、えー、これからですね23向けの方たちが直前期に入ってくるので、えー、結構そこで混、えー、み合ったりしますし、えー、あとまあそうですね、えー、時期的にあのまあ質問がかぶったりだとか年末年始とかね、えー、ゴールデンウィークだとか質問かぶったりすることがあったりすると、まあ、できるだけ生クラスの方には通信の方よりは優先的に回答するようにはしてるんですが。 それでも結構質問がたまったりすることもあるので、えー、23日以内に必ずお返事くださいとかっていうのはあ皆さん平等に基本的には北来た順に回答します基本的には来た順に回答するんですがただあの、ね、復習してて後でまとめて質問しようだとか思った時には付箋を貼っとくといいんじゃないかなと思いますしあともう講義中とかでもあの、ねえー、ちょっとここ分かんないから後で休憩時間講義終わってから質問しようそれ,全それも構いません。えー、ただだ講義中ですね付箋だけ貼っとくと そそもそも何が分か,分からですよ。あのね、えー、今受けてる最中はなんかとりあえず分かんないから「不戦」と言ってもあの一言だけ「なんでこの場合 A じゃダメなの?」とか、えーね、あの一言入っとくとあとで何が分からなかったか分からないという状況を避けられると思うので何、えー、か質問したかったりすると「不戦」だとかあと家帰って確認したいものだとかあ場合によっては講義進んでくると科目を渡って確認したいってことが出てくるんですよ。 で商業登記やってる時に会社法のテキスト確認したくなるだとかあっていうこともあったりすると思うのでそういったものは付箋だとかあとまあインデックスを活用ってありますが、まあ、インデックスに関してはあのその下ですねあの矢印2つ目あとから情報にたどり着きやすいように主要4科目は見出しをつけるとありますが全体講座はつけなくていいです。 ただ、主要四科目、えー、っていうのは、民法、不動産登記を、しと、あの、民法、不動産登記を、会社法と消灯法。まあ、講義回数の多い科目、室内数の多い科目を主要四科目って言っていくんですが。えー、この主要四科目から学習していきます。それに関しては、結構テキストと過去問だとかを、行ったり来たりすることが、すごく多いです。で、えー、まあ、あの、てき、あの、例えば過去問解いてても、テキストに戻って確認したくなるんですよ。で、まともに考えてるとね。 えー、そうすると行ったり来たりすることが多いのでそのためにテキストうろうろするっていうのは結構時間かかるんです。まあ、なので、えー、テキストにあの全科目つけてると、まあ、見出し作るのも結構時間かかるので。 まあいいとこ1 4科目だけでいいんじゃないかなと思いますが見出しに関してもあの別にインデックスシール的なものじゃなくても、まあ、大体ですねあの今フィルムタイプの付箋ってあるんですねあのまあフィルムタイプの付箋だとかであの紙の付箋だとすぐ破れちゃうので。 まああのまあ、これフィルムタイプの付箋ねあのこういった形で私,あの私はこれ民法の条文に百条ごとに番号をつけてるんですが私は誰よりも先に条文を引かなきゃいけないので、えー、ただあのそうです、ねえー、こういったフィルムタイプの付箋だとあの下が見えるやつも、ねえーまあ、あったりはするので、まあ、こういったものを、ねえー、貼っていただくだとかあの六法にはあの見出しあった方がいいと思います。 例えば六法の見出しでいうとあのそうです、ねえー、これでいうとあの私はもうちょっと簡単に分かるように、えー、民訴、えー、民訴執行保全ですね。訴、質、保ってありますが、えー、今日民事訴訟、民事執行、民事保全法をやっていきますが、えー、民訴執行、保全だとかあとそうです、ね、これが刑法ですね、えー、刑とかありますが、まあ、こういった、えー、あの付箋ですねあとは民法は結構、条文数多いので、えー、こんな感じで100条ごとに入れたりだとか。 まあ民法100条ごとに不正入れる必要はないんですがただどっちかというと、まあ、あのまず6法の不正に関しては例えば憲法とか民法だとか会社法だとか、まあ、そのレベルで不正入れるのとあとテキストに関して言うと例えば過去問テキストに行ったりすることがあるので。 であのこのあとですね例えば民法だったら代理とか時効だとかっていうブロックごとに付箋があるとうろうろしなくていいんじゃないかなというところではありますただこの付箋に関してはあの勉強時間を削ってまでやる必要はないので例えばちょっと食後のまったりした時間に、えーねあのまあ、あの見たいテレビだとか見たい動画があるならばその作業をしながらちょっとやるとかね、えー、っていう感じであくまでも空いた時間だとかにやっていただくというところです。 あとまあそういったねメモ取るだとかの話に関してはまた応用い講義の中でも言っていきますがまあそういったものをしていただくといいんじゃないかなと思います。あとまあ講義中ですがあの矢印ねえカッコ三番の一つ目講義中はできるだけメモを取るというところであの講義中あのそうですね過去に一人だけ私十八年講師やってるんですがあの過去に唯一一人だけ一度聞いたことはもうずっと忘れないって方がいらっしゃったんですよ一回聞いたこと絶対忘れませんと。 まああのちょっといわゆる天才ですよねでその方は講義中もこんな感じで真剣勝負で全部聞いてるとでであのもう全然メモ取ってないから途中である程度なんか進んだ時に質問だとかも全部わかってるんですよ。あの全部メモ取ってないよねとテキストまっさらなんですよ。メモ取ってないよねって聞いたら「はい私一度聞いたこと忘れないんです」と「あのね、あのマジ親に感謝」と。まあ、大学生だったんですが であのまあ、そういう方、あのね、18歳唯一一人だけただほとんどの方って大体忘れるんですよでそれを繰り返してやっていくので,なので講義中は説明があるから分かるような話であったとしてもただあ、復習時に例えば私、結構具体例言います A さん、B さん、C さんがどうしたこうしたって話を入れていきますがそういったものが、まあ、パパッとメモを入れているだけでも復習のスムーズさが全然違います。 で自分はその一度聞いたら二度と忘れないと私の雑談まで全部覚えてるんですよそれをで、えー、それレベルじゃないですという方はメモ取ってくださいね、えー、そうするとメモが入ってるとあの、ねえー、復習があのかなりスムーズにいきますしで、えー、例えば文章中にこれこういうこととかあ文章の横に一言メモが入ってるだけでもあ、まあ、あのそこで自力で復習できるようになる真っさらな状態だと、えー、講義中は説明があるから分かりに話しても結局なんだっけこれみたいな。 状況だったりなくすると場合によってはまた講義を繰り返し聞いていかなきゃいけなくなっちゃうと結局またウェブを聞くという状況になってしまうと思うので、えー、まあ、そうすると2度でも3度でもなったりするのであの復習をスムーズにいくためにもっと言うと 講義受けて直後に復習だったらまだあるる程度残ってるただ使用試験で繰り返し繰り返しが必要となってくるので場合によっては民法やってその後不動産登記に入って不動産登記やりながら時々民法の過去問解いてテキスト戻ってと数か月後にそこに戻ってくることもあるんですよ。 で常時、えー、触れまくってることはできないんですね次々進んでいくのでそうするとちょっとしばらくぶりに戻って確認しようという時に真っっっななな状態のテキストだとなんだとととんんけここれというう話になってしまうことがあるんですそういった時にメモだとかあ、ね、大事なところキーワード的なところに色が入ってるだけでも全然読み方変わってくるんです。 まあ、真っさらな状態のテキストだと結局また独学でテキスト使って独学してるのと変わらないじゃんみたいなことになってくるのでまず講義中をメモを取る。 でえー、メモの感覚としてはな私がやったことは全部一語一句書き取らなきゃいけないってわけではないんですがただあ,のある程度、まあ、感覚的にはあ、ね、これ3か月後とか半年後に戻ってきた時にこの状態だけで読めるかなと思ったらある程度書き込み入ってないとやばいかなとういう感覚は分かっていただけると思うんですが、まあ、そういったところで一語一句なんかね即記、えー、間みたいに、えー、全部ねあの写経をする意味の必要はないんですがあただあ,ある程度事案だとか。 でえー、ここ注意よといったところに関してはあ色入れとくだとかあメモ入れとくだとかっていうのはした方がいいのかなと思います。あと、括、え、弧、ー、4番ですが賞、えー、味の勉強時間を記録してくださいというところなんですがこの賞味の勉強時間でいうと、まあ、机に向かった時間じゃないんですよであの集中できなかった時間容赦なく差し入れてくださいってことなんですがあのこれ結構ですねあの、まあ、続けていくときにあの時間ってある程度目安になります。 で良、えー、かったパターンだめだったパターン例えば1日オフの日がありました今日は1日よっしゃ勉強だと思っててで一応なんかね勉強らしい机には向かってるんだけれどもあただあ、ね、あの途中でちょっとですね、えー、あのスマホ触ってみたりだとかあちょっと動画見てたりするとあ机に向かってる時間は多かったんだけれどもでも大してページ進んでないねみたいな時あると思うんですね。でそうするとお、ね、あ,のあんま意味がない であれば自分の良いパターンダメパターンが見えてきます、えー、勉強時間賞味の勉強時間記録するでその賞味の勉強時間でいうと私も受験生時代やってたんですがあのそうですね、えー、私はもうとあの当時スマホとかもなかったのでガラケーの時代でした私。であのただあのそうですね基本的に勉強する時に横にスマホがあるともう多分邪魔されます。 うねあのーまあ、なので、まあ、ちょっとスマホとの距離はまたおいおい考えていくとして例えばスマホに記録していただいてもいいんですがあのメモとかであの何時から勉強を開始してもうあの極端な話しトイレに立った自宅にトイレに行って机に戻ってくるのでいいとこ3分とかあ、ね、ちょっとお茶入れても5分とかじゃないですかで、えー、ただもう3分5分も容赦なくさっぴいてくださいで机に向かって勉強してるんだけれどもちょっとぼーっとしてたとかあっていうのも容赦なくさっぴいてください なんなら23分うとうとしてたのであればペナルティ込みで5分差し入れてください。ねちょっと LINE で通知が来ました LINE 返しててそこで23分取られましたもうそれ23分差し入れてください、えー、ぐらいでまずねシビやに賞味の時間をカウントしてみてほしいんですよ。そうすると良いパターン良いパタターーンンは絶対見えてきますで、えー、そこで、ね、ある程度勉強時間稼げないのであればもうしょうがない家で勉強できないんだったら自習室を使うとかね。 あのその実習室に関して言うとあの一応申し込む時に実習室カードみたいなのもらったと思うんですがもらってない方の受付に聞いてみてください、えー、あのレックの実習室であれば別に池袋じゃなくても使えますただあの今ちょっとまあそうですね、えー、コロナになってあのちょっと緩和されてるところもあるんですがあのレックが全て毎日実習室開けてるわけではないんですよ。 で池袋はあの、今日はこの後あとここの横の隣の教室で、えー、実習室があるんですがあ,のあと、えー、自習室も絶対に行って座れるとは限らないんですよ。でしばらくここからあ3、4、5、6月っていうのは自習室一般的に混む時期なんです。 あの例えば公務員試験だとか司法試験だとかあと司法書試験も直前期だったりするのでそうするとやっぱそういった直前期だとかで家じゃというよりは自習室の方が勉強時がはかどるというところで自習室使われる方も多いので,でなのであのちょっと昼過ぎぐらいに習室行ってみようかなって昼過ぎぐらいに行くともう今日満席ですとかあ言われたりするので、えー、なのであの自習室ちょっとねあの使ってみるのはおすすめです。 で一応レックだと、まあ、あの池袋は一応土日も開けてることがあの空いてればね開けていることがあるんですがあの本校によっては土日やってませんという本校もありますし、えー、自習室うち一切やってませんという本校もあったりするんですが、まあ、なのであのホームページ見ていただくと、えー、レック何々とか例えばレック水道橋とか、えー、レック新宿とかレック渋谷とか。 レック大宮とか入れていただくとその本校別の自習室状況が予定出動ちは上がっていると思うのでそこを見ていただいてちょっと家じゃ無理とかなったら自習室を使っていただくその自習室カードがあればレックだったらどこでも使えますでいやいやレック来るのは結構遠いたとか、まあ、多くの交通時間だと多くの交通費と、まあ、時間考えると近くに図書館があるんだったらそこを使うだとか。 周りと人によってはもうスタバでやってますとかいう方もいるんですが、まあ、家でできないんだったらある程度いいくくつかか勉強場所を持っておくのもありかなと思いますでこれは直前期来年の直前期とかのためにもある程度勉強場所のリサーチっていうのは今のうちにしとい,ておいた方がいいんじゃないかなと思いますので。 あのそうです、ね、なかなかコロナになってから難しいと思うんですがあの、ねえー地域まあ、大学が地域の方に開放しているのあるとかないとか聞きますしあと、えーあの、そうですねあのいわゆると自治体の区だとか市だとかの図書館だとかねもう一応、受習スペースあるところ多いと思うんですがただなんかね地域の老人のコミュニティの場みたいな感じになって自主的なところではあるけど結構うるさいというところもあったりするし。 ね、あのまあその辺りちょっと勉強できそうな場所を確認してみるといいんじゃないかなと思います、まあ、一番お金かからないのがレックの自習室だと思うんですがあとレックの自習室かあと図書館だとかね、えー、だと思うんですが、まあ、あのちょっとその辺りあの試しに使ってみるといいんじゃないかなと思いますちなみにレックの自習室使っていただくと、まあ、隣なんですがあの、まあ、隣かあとは他の教室開けてることもあるんですがあの使ってみると自習室の中でもめちゃめちゃやってる人といる人と 何しに来てんのかなといいう人をあますあの、ねえー、この人すげえっていう人とお、ね、いやこうなっちゃいかんだろうなという人といるので、まあ、なんとなく、ね、あのそれをちょっと、ね、今の状況で見渡してみるとあこのぐらいやんなきゃいけないんだなとお、ね、特に司法書士の教材持った人だとかであのめちゃめちゃやってる人とお、ねえーまあ、こうはやっちゃいけないなという人が見えてきますので、まあ、それをちょっとなんとなく見ておくのも 来年のこの時期の自分が想像できると思います。えー、どっちタイプになっていけな、なってな、なっていなきゃいけないのか。来年のこの時期ぐらいだともう。講義終わる時期ですよ。あのちなみに2023年も皆さんの一期先輩のクラスでいうと、昨日講義終わったんですね。 えー、昨日講義終わって、ねえー、そこからもう、ねえー、直前期という形で、えー、あのガリガリ上げていかなきゃいけないんですが、まあ、そうするとおねあのまあそうですね、えー、そのお良いパターンダメパターン、えー、これ人によって、えー、自分はあダメパターンになっちゃダメだなっていうある意味時間も込めて、えー、自習室ああるるる程度いいいろろ見えてくるものあると思いますでそれも込みであの、ね、ちょっと家じゃ勉強できないっていうんだったら習室使えばいいし。 ね、ただ、あ、結構家でできますという方は、あの、ね、家で勉強のパターン。まあ、例えば、夜型がいい人と朝型がいい人がいます。で、それも個人差です。本試験が朝からだから、朝型の方がいいに決まってるんじゃんとかいう人いますが。でも、無理くり本試験、が朝が、朝からだからといって。一年以上かけて、えー、ね、あの、勉強してきて、えー、ね、朝だとぼーっとするとか、絶対ないです。えー、もう、何なら前日からもうフィーバーしてますから。 本試験会場で眠くなるとか今日ないのでそこは別に夜夜夜が自分は夜型だって言うんだっってうんたら全然夜でいいと思いとます私は全部バリバリ夜型だったのであの、ね、朝は絶対無理だったので途中眠くなっても絶対ああ今日無理だから朝起きてやろうと思っても目覚ましかけても絶対普通の時間に起きちゃうタイプだったので夜型がいい人は夜集中できる時にすればいいしだから自分のベストパターンっていうのはある程度決まった方がいいかなと思います。 ただあのね、えー、昨日はめちゃめちゃ夜遅くまでやったけれども今度はちょっと朝方にしてみようかな。メストパターンを見つけるのにいろいろ試してみるのはありだと思うんですが、まあ、勉強時間はある程度パターンがあった方が進めやすいし、えーね、あのそのダメパターンも見つけやすいとか思います。 え括弧5番ですが友人、受験仲間作るべきか、まあ、ここまで私が突っ込んで言うかというのはまあ、ね、ともかくとしてあの基本的にはお勧めしませんで通学生であればいた方がいいとは言いますがただ、例えば、ね、通学生の中でもあのそうでいた方うがいいとは言いますがただ過去の受験生さん見てると一発で合格される方っていうのはもう大体、一匹狼です。 であと、まあ、学習進んでくると、まあ、あの先輩の空き生と合流したりするあのちょっと先に進んでる空き生と合流したりしますが、まあ、その時にですね、まあ、大体皆さんも休憩時間だとかべちゃべちゃしゃべってる人いないんですよ、えー。休憩時間だとかも大体みんな囲ん解いたりだとか、えー、さっきの付箋張ったりとかね、えー、あのーまあ、作業何かしら作業してる感じです。 あまあ、なので例えばちょっと顔見知りになってしばらく経ってくると「あなんか佐々木クラスの人だ」とか分かったりすると思うんですが、まあ、帰りならエメーターで頑張りましょうねみたいな形で、えー、ぐらいです大体。 であと、まあ、そうですねあの、まあ、なので通学生だと行った方がいいと言いますか顔見知りぐらいですねと言ってもであと気の合わない人とは無理して使う必要はないとたまにえじゃ帰りにご飯,ご飯食べていきましょうかとか言われてもいやもう帰って復習しますしとかであの、まあ、もちろん、ね、そこであのなんかね,あの、まあ、ねちょっ,とって楽になることはあったとしてもそこの時期あの人付きあいに時間取られている場合じゃないぐらい本当に忙しくなってきます。 まあなのであの、まあ、結局一発合格された方はなんかクラスの人しゃったことあるって聞いても佐々木先生とし,かしゃ喋ってませんみたいな感じの方がほとんどなのでそこはあの気にしなくてもいいのかなとは思います。あと結構ですね あの禁止はしませんが受験用の SNS だとかブログだとかあって受験記録的なものねはあのおすすめしません、えー、一発合格された方で、えーまあ、あ SNS だとかツイッターでつながったりだとか、まああのまあねえー、過去に私のクラスの受験生でそれやってた人は見たことがないつぶやいてる暇ないはずなんですよ。 つぶやいてる暇があれば一問でも書くも解けばいいと SNS で人がなんかね「あのいいね」を押したりだとかちょっと嫌な思いすることもあると思うしで、えー、じゃあそこにまとめることによって自分の学習のモチベーションにしたい、えー、そうだ、ね、モチベーション上がることもあれば絶対下がることもあるんですよ。で、えー、あとあ、ね、人とつながってっていう、まああのねえー、基本勉強孤独です。 であのそこで癒しを求めてだとかあでその有益な情報だとかあであのじゃあそれが本当にあなたの一発合格もっと言うとあなたの人生にとって必要な情報ですかっていうとまあ基本そういった情報こちら提供しますし試験情報,情報ねであと、まあ、基本的にも孤独なしそういったつ、ね、らいものなのであのそこを緩和しようだとかでそこの世界に入っていくともうそっちの世界の方が絶対圧倒的に時間食っちゃうんですよ。 まあ,なのであ,のあと結構ですねその依存症とまでは言いませんがあのそこに時間取られてっていうところを見てると、まあ、何のために勉強してるのかなというふうに思わなくもないので、えー、なので私ツイッターとかやってないんですが、あのーねえー、私はもうね、あのー、まあ皆さんの、えー、教えて中というた,教えて中たという形で、ねえー、皆さんからのメッセージ非公開ですそれ。 なのでそこに回答することはいたしますけれどもただ、まあそうです、ね、おすすめしませんもうあのこれ以上言いませんけれどもただ、もうそこは皆さんのご自身にお任せしますが、ね、表現の自由ありますからねただ、まあそうですね一発合格した方で、まあ、そこやってる人はいないですよとただ受かった後の合格者つながりのツールとしてはすごく有効だと思うので受かったあとそういったのをやっていくといいんじゃないかなと思います。 あと6番ですが講義の録音音声ダウンロードに関しては講義、さっき言ったように生クラス録音していただいてあの机でもそのまま録音していただいてそのまま十分拾えるぐらいの音量です。であの気になったら、この前に持ってきていただいても構いませんがそこの管理をご自身でお願いします。 であとまあそうですね、えー、録音あのアンシーレコーダーでもいいですしアプリ、まあ、アプリ結構電池組みたいなんですがと、えー、とかででも構いませんであ,とまあそうですね音声ダウンロードに関してはあのさっき言ったあのそうですねあのウェブ上のやつでダウンロードあの映像としてダウンロードすることもできるんですがちょっと私詳細わかんないんですが映像ダウンロードの場合だと確かなんかあの期限だとかがあったりすると思うんですがわかんなかったらちょっと受付に聞いてください。 であの音声ダウンロードだとそのまま残せるとこういったメリットはあったりすると思うのでまあなのであの、まあ、そのあたりもうまく活用していただきたいかなと思います。で続きまして3ページですが今度、えーまあ、疑問点受験勉強に関する悩みとありますが、まあ、まあ悩みというかですね丸一番、えー、勉強内容の質問に関してはインターネットフォローマイページの方に教えてチューターというものがあ,るあります。 でそこからあの私の方に非公開でメッセージが送れる形ですで、えー、ただそれに関しては原則書き込み順に回答いたしますがただですねあの、えー、時に質問数がめちゃめちゃ多いという方がいますあの一気にもう10個ぐらい質問ばって送るで書き込み順といっても他に1個の質問の人と10個の質問があったりするとごめん1個の質問の人先に返します ただ原則として書き込み順に回答しますがただああの、回数制限があるので、えー、基本的に130回講義130コマなのでただ、あんまね100回以上使ってる人ってあんま見ません。 あのめちゃめちゃなんか自分めちゃめちゃ質問多いかなと思ったら一応利用回数としてはレックの制度としては130回で上限あるんですがただ130過ぎたら書き込みできなくなるわけじゃないのでえ私のクラス私が回答してるのである程度頑張ってるんだったら私もそれは質問付き合いますよただあの一応レックの中の人もえカウントはいち,いちあの一応どのぐらいの質問量なのかなっていうトータル的に数字は何か見てるみたいなので。 でそれが200件とかあなったりすると、あのー、ある程度途中で、あのーねえー、なんか言われたりすることもあると思うので130ぴったりで以上でも無理ですってわけではないんですがただ一応の目安はあートータル130というところぐらいは上限あ,、ねあのー、あるんだよということは知っておいてください。 まあなのであのご利用は計画的にじゃないんですがあの特に直前期とかになったりすると質問だとかあ問題の質問だとかあのところにちょっと必要になったりすることも多いと思うので、まああのね、最初から飛ばしてあのガリガリ質問してるとあとでちょっと、ね、中の人にちょっと言われるとある程度私の裁量ではできる限り質問には回答したいとは思ってるんですがただめちゃめちゃ回数多いと。 ちょっとそこ言われたりすることもあると思うのであの最初から飛ばしすぎると後で、えー、あとで使えなくなることがなくはないです。であのすごく昔で言うとレックもこの「教えてちゅうた」って回数制限なかったんですよ。であの回数制限なかったんですがあの過去にですね年間400件ぐらい質問される方が私のクラスで同時期に2人ぐらいいまして。 であの私も,もう寝る暇もないですよ、もうあのであのやってたんですがちょっとそれを、ね、レックの中の人がさすがに見るにいかれてであの、まあ、ちょっとこれ、回数制限設けた方がいいですねということになってですねあの、まあ、そういった経緯もありまして、えー、なのでちょっとレックの方でも、まあ、うちのクラスだけじゃないんですがただ、基本的に講師が回答するのって私のクラスだけだと思うんですがあであの基本的にスタッフからの回答なんですよ、レックの方だと。 であ,のあとはレックの方だと、えー、講義の内容とあとまあ過去問の質問にお答えしますがお悩み相談に関しては教えてエチューターの方では回答しませんと。 あと直前期のテスト公開模試だとかの質問もあの一応講義と過去問だとかのご質問は放浪しますが直前期のテストだとかに関してはそこもあらー対象外ですってなってるんですが、まあ、私のクラスに関してはあの、まあ、私がやってる限ぎり、えーね、私がどういつ何時交通事故で突然死んでしまうかもしれない、えーね、そうすると、まあ、大丈夫です代わりの講師が出てきます、えー、けれどもあの、ね、私がやってる限りにおいてはあの私が好き勝手でやってることなので。 私は回答しますでそこは直前期の質問でもお悩み相談でも教えて中ゅたの方で回答しますが、まあ、あのただ一応そこだけねあの書き込み順とは言うけれどもただちょっと質問量多い時はあ他の方優先することもあるのでそこはご了承くださいあと通信の方も通学の方も私が今日やってるんですがただ一応ですね通信の方よりはあのこれはオっラに入れないんですが通学の方の方は若干優先して回答するいうつもりではおります。 ただ、数学の方もね、あの私に二、三と二、四で秋、春と全部持っていますので、あのちょっとねタイミング的にあと直前期近くなってくると書き込み順とは言っても、若干二、三向けの方の方を優先的に回答させていただきます。それは皆さんの時にもそうしますので。 えなのででそこだだけご了承ください、えー、あと書き込み順に回答しますがあと書き方なんですがあのタイトルに文字入れて本部に文字入れてっていうフォーマットがあるんですよ。でタイトルのところに過去問の場合だとかあとテキストの質問の場合においてはあのテキストのページ例えば「 えね、いきなりあのね130何ページとか書かれてもな一応内容を見ればなんとなくわかるんですがそれが過去問の何ページなのか民法の何冊目の何ページなのかあていうのを書いてほしいんですよ。あと過去問に関してもあの私「人参向け人用向け」ってやってるので家に全ての過去問集を取り揃えてるわけじゃないんですよ。進路によって過去問も版が変わるとページずれます なので、えー、過去問もあの一応見ていただくと分かるんですが過去問番号というのがあるんですねページ数じゃなくて過去問番号でご質問いただきたいんですでそれはまあちょっと過去問を見ていただければわかりますがまあちょっとそこだけお願いしますであとですね利用方法とご、えー、詳しくはご利用の手引きを参照してくださいってところなんですがあのー、そうですね、えー、インターネットフォローこの教えて中断に関しても一応ですね来年の6月末までが利用期限になります。 あの本試験過ぎちゃうともう皆さんから書き込みできなくなって6月末までになりますのであの一応受講期間中は使えるよという状況です,ですね利用期限2020年6月30日までというところですあと丸2番ですが勉強保護の相談等は電話相談ってありますが一応この冊子は通信の方もご覧いただいているやつなんですがであのこの相談ですがあの、えー、っとですね。 生クラスの方は対面でもいいし電話でもいいとういう状況で,でただ、ね、この冊子電話相談ってありますがあのほぼほぼ生クラスの下でいよ。で一応、講義の日の講義後の時間だとかであ,であと、まあそうですね、木曜の講義だったら講義前の時間だとかで1人30分でで事前予約制ですであの、まあ、定期的に学習相談される方は非常に多いです。 ただ生クラスの方がかなりあの、まあ、一発合格される方はもう皆さん定期的に学習相談を使っていくんですが一応ですねあの相談枠に当然限りがありましてで、えーあのでえー、なのであの今だとかなり今利用者多いのであの、まあ、大体です、ねまあ、今タイミングによっては空いてる時もあるんですがあの2ヶ月先まで予約受け付けます。で一応ルルールとしてはあの まあ2か月先の予約を毎月1日から受け付けます。なので今だったら5月分の予約ですね5月分の予約これを受け付けます。 で一応講義の日だと、えーまああのーまあ、例えば、まあ、今日だったりするともその後、えー、3時から次の講義入ってますとね、えー、この後、まあと、あのーあのーまあ、ちょっとご相談おね時間はありますが基本的にはあの週2コマになってくると11時からの講義とあと10分、あのー、その後ひいる1時間あって、えー、3時から6時までの講義。 2時から3時の間っていうのはガイダンスとか受講相談とか私入ったりすることが多いので昼の時間はちょっと受けできないんですがで一応講義6時に終わります。 6時に終わって、まあ、その場で質問を片付けて一応予約枠としては6時半から7時7時から7時半,7時,半から7時から7時半7時半から8時とかいう形で予約枠はあるんですが、まあ、なので割と講義後の1人目の枠は人気なんですがただ2人目枠3人目枠の時にはあのその場で復習しながら待っててくださいという感じです。 で事前予約制なので、あのーまあ、それをまあ大体そうですねお一人大体ほかの方との調整で間絶対1か月半以上は空けてくださいあの1人だけ私は毎週お願いしますとか言っちゃうとその分だけ他の方の利用ができなくなってしまうので調整のため1か月半は空けてくださいで、えー、そして大体そうです、ねあのー、毎月1日に2か月後の予定ですね それを予約受け付けっていう感じになりますから、まあ、なので今だったら5月分の予約受け付けてますただし6月分に関しては予約枠に関して申し訳ないんですが2023年の方に全部独占させていただきますそれは皆さんの時にもそうしますので直前期なのでやっぱそこの,、ね、あの切羽詰まったご相談が多いんですよ、まあ、なので直前期皆さんそうしますので6月だけは任用向けの方は申し訳ない枠はないです。 ただ、7月あの、ね、ちゃんと5月とか7月には対応しますので、えー、そこだけご了承いただきたいかなと思います。ということで、あのーまあ、あとそうですね、えー、通学の方で、ね、あれば通学に来た際だとかあとまあ木曜の講義前とか、ねえー、にしますがあと、例えばさっき言ってみたみたいにちょっとしばらくウェブ,ウェブで受けますという方もあのその場合、電話相談と電話で私の方から電話します。 ただ若干ちょっとね時間前後したりすることはあるのであのまあ電話でも構いませんのであとですね、あの結構そんな感じで予約きつきつに入っちゃってることがほとんどなのであの、ねえー、来週に変更してくださいとかあリスケ時間変更お願いしますとか言われても,もう変更しようにも枠がないということがほとんどなので。 キャンセルは構いませんがあただあの、ね、直近でのスケジュール変更はよほど予約が空いてないとちょっと厳しいという形であの生クロスの方でほぼほぼ予約が埋まっているので通信の方一応こうのけてるんですが通信の方はもう基本キャンセル待ちという形になってるんですよ。 まあなので皆さん、キャンセルされた分に関してはその通信の方とかにキャンセル出ましたという形で出ること回ることはあるんですがまあほぼほぼ生クラスの方で予約枠埋まっちゃう感じになりますからあのね来週か再来週で枠空いてますかとかいうとまあちょっと若干厳しいかなという感じです。まいうこで今、春戦スタートなので一応3月はまだちょっとある程度空きはあったと思うんですが。 まああのまあ、ちょっとね、4月以降になったりすると、ね、場合によってはちょっとね、あの予約、あ,のあと6月が使えない関係上、4月、5月に予約集中していることもあるので、ご希望の方は早めに、で何喋っていいか分からないというか状況であれば、こっちからヒアリングしていきますから、あのとりあえず、一旦ちょっと使っていただいて、あのね、えただ、利用強制じゃないですよ、あの生に来ながら全然使ってませんという方もいるので。 あのなので、えー、学習今どういう状況で進めているのかとかあこういう利用の仕方例えば今まで法律学習経験全くない方とある程度ある方とあと勉強時間がどのぐらい取れるのかあによっても取り組み方違ってくるので。 まあ、例えばあ民法学習経験あるんだったら先にこれやってみたらとかあっていうのもあったりするので、えー、そこは連絡をしちっゃっていただければなと思います。ということでちょっと時間も時間なので一旦休憩取りまして、えー、10分経過後に後に半講義といたしますで、えーあのー、こんな感じでですねあの、まあ、大体1時間25分といってもちょっと延長したりだとかあ,ありますが一応10分間の休憩取りまして、えー、10分休憩取って、えー、であと、えー、みんなが戻ってきてから後半っていう形には進めないので、えー、誰か戻ってきていなくても、まあ、大体ざっくりと。 ざっくり10分ぐらい後にはもう講義始まっちゃいますので、えー、なのであのご了承ください。あと、レックの中にはあの自販機だとかそういったものないので、あのね、えー、一応ですね。えっ、ー、と飲み物だとか。あと食べ物だとかに関してはあの外行ってえコンビニだとかでご自身でここにいただくという形です。それでは休憩です。 ははいいいそれでは少子語学講講座全体のの第1回目の後半講義担当者めてまいりたいと思います、えー、先ほどちょっと六方でご質問があったので、えー、画面の方にちょっと移しましょうかね。であのー、さっき移しなかったか会社法の,あのこれ「商法」ってありますがもう会社法メインです。で、えー、さっき順用・引用っていうのが、えー、どういうことかっていうと例えば、まあ、パッと開いた条文でもあのー、これねとまず会社法パッと開いたこの条文がどうのっていうんじゃなくて例えば168条で、えー、まずいきなり1 「107条2項3号カタカナロ」とか言ってますが本来の条文だったらその後ろの三角カッコ載ってないんですよでなので、えー、いきなり「107条2項3号云々についての定めがある場合にはとこういう感じで進んでいくのでそうするともうこれ見た途端に次も1 7条にちらっと見てどういう話かっていうのを確認しないといけない。で 会社のややこしいところがまず、えー、いきなり1 7 0、えー、で定めがある場合にはさらに株式会社うごカタカナロまたそのロを見なきゃいけない。でとてもとてももとと読みにくいんですよとなるとあ、ねえー、わざわざ飛ばずにカッコ書きでこういう話っていうのが一言書いてあることで、えー、いちいち飛ばなくていいという意味において、えー、会社の条文は結構読みやすくなってくると思うので。 でこの順用条文が乗っかっているので読みやすいっていうのとまあ多少ちょっと色分けしてあったりだとか、えー、ちょっと解説だとかどういう趣旨ですよという説明書きが入っているので、えー、解消ってすごく条文大事なんですが、えー、ただ、えー、条文大事な割にとてもとても読みにくいというところからまあ,あの多少これあった方が使いやすいんじゃないかなと思うのであとまあねちょっとねまとめの図表だとかもあったりするので,でただあ条文強みと言っていくんですが、えー、条文をそのままさらに読んでいくと。 というところなんですが、えー、条文水読みはいきなり講義やって直接会社をの条文水読みできるようなものではないんですねある程度進んでから条文が水読みできるようになってくるで、えー、直前期になってくると、えー、その条文水読みしながらとでそうすると普段からここにちょっとプラス色つけたりとかねしてると条文水読みしやすくなったりするでだ条文 学習ってすすごく向く人人ととめ、ね、めちゃめちゃゃ抵抗感感じるる両方いるんですよなのであの一番本当に効率いいのが直前期に常務強みできるようになるのがいいんですがただもうとにかく丈文嫌いですという方はもうテキストを読んでいくしかないんですがただある程度丈文強みはチャレンジした方がいいと思います。 まあ、そういった意味で、えー、ただ条文読みやすくするためには、まあ、あの特に会社法に関しては、えー、この択一六法があった方がいいんじゃないかなと思いますがただあこれに関してはですねあのそうですね,ねちょっと高いんですよ、えー、普通のポケット六法とかより高いんですがあただまあそうですね、えーまああのー、まあその価値はあると思うので、えー、一応、あのー、会社法は全、えー、科目についてこれあのそれ必要なんですよ。 えー、憲法とか民法とかもあるんですが、あそこまでひ、えー、あの買わなくていいです。えー、まああのいいとこ、まあなんか通常の六法にプラスしてこの卓一六法があった方がいいとういうレベルです。会社法だけです、えー。民法とかはなくてもいいです。あの別にお金はジャブジャブ使いますよって方は民法も会社も買えばいいんですが、えー、ただあの物揃えても結局見るの同じなので、えー、という感じです。まあまあいいでしょう。では続きまして、えー、今度四ページ行ってください。 4ページですが、えー、今度一発合格のための試験対策とありますが、えー、まずなすべきことをなすべき時期に確実に行いましょうってところなんですがでちょっとねスケジュール8ページと書いていただありますが8ページ飛んでみてください空き巣からスタートしている講座なので、えー、一応ですね去年の10月からあ、ねあのーまあ、もうこれただのスケジュールなんですが別にこれ使わなくていいですよ、えー、ただ、あの一応この時期ですねっていうところで右下の11ページだとか見ていただくと。あのそうです 9ページとか11ページとか見ていただくと、まあ、だいたい佐々木コメントとありますが「あの秋へのスタートだったらこのぐらいですよ」とかあっていうところがまあね、あのーまあ、こういうスタンスでやっていきましょうとであとそうですね19ページ開いていただくとでまあ,あのそうですねあのー、秋へ春るでまあそろそろ始まりましたねとかあっていうふうにコメント書いてありますが、まあ、このような形であの別にまあザザッとでいいです。 ただあ、さっきね勉強時間の記録をつけてほしいということを言いましたが、まあ、その勉強時間記録的に、まあ、要は、ね、出来不出来を見える化してほしいんですよ。 で記録つけることによって良いパターンダメパターンが見えてくるのとレコーディング効果といたしまして記録つけることによってあの、ね、その昨日よりいい数字そしてあの例えば週末とかであればあ、ね、先週これで良かったパターンだったらじゃあそれよりもさらに上回る数字とういうところは絶対効果としては現れてくると思うのであ,のある程度そ勉強時間管理アプリ的なものもあると思います。 そ、えー、それを使っっってていいたたただだもも結構ですが、まあ、たださっきも言ったようにそこのアプリの中で人とつながったりだとかっていうふうに使っていくんだったらまあちょっとそれもあの止めはしませんがという感じではありますが、まあ、なので自分にとって一番良いもの、えー、これを記録してっていただいてで、えー、そうすると良いパターンダメパターンとあとトータルの1週間単位での勉強時間だったり、えーねえー、そういったものも見えてくると思うので、えー、そういった記録はやってみてください。あと、まああのそうですね、今の19ページなんですがあの、ねえー 勉強時間平均、まあ、目標と、えー、結果とあとやることリスト今月の反省、えー、少なくともちょっと今月あれやっときたいだとかで先々になってくると、えー、例えばあ、ね、あのじゃあ,あそうですね本試験前ぐらいにちょっと今,の今から勉強するんでね、えー、今年のお試し本試験の前にあ例えばあここをやっときたいだとかであれば6月のところにらかじめ書いとくだとかね。 といい。う形で、まあ、使ってみてみくださいであの別にこれ自体はそこで直接使っていかなくてもいいんですがただ何かしら記録はつけた勉強時間の記録だとかはつけといた方がいいかなと思いますえ私が受験生時代やってたのがあの、えっとね、月のカレンダーを私はあの勉強机の横に貼っておいて1日の勉強時間の終わりにそこの月のカレンダーにもうあの書いていく今日の勉強時間というのを書いていく。 であの手元のメモに、えー、容赦なくさっぴいたあ、ね、あの1日勉強してたのであれば例えば、えー、9時から10時、えーね、10分休憩挟んで、えーね、10時10分からあ、ね、12時とかあっていうものをどん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 最終的に達成して寝る前の儀式として、えー、今日の勉強時間をここにメモると。 でそうすると、えー、ねあのできふげ的に見えてくるんですが、であの過去に一発合格者にあのだいたい毎年恒例であなた何時間マックス何時間勉強したと聞いてみると、あの私はあの賞味の勉強時間ね正味の勉強時間で、ね、マックス十一時間五十五分だったんですよ。どうしても十二時十二時間の壁が超えられなかったんですね。 ねえー、ただあの本当人によって様々です、えー。過去の一発合格者で、あのいいとこ十時間ぐらいですって方もいれば、ねあの最高で一日二十時間って人がいました。正味ですよ。えー、正味の勉強時間でちょもう本当直前期です。 あのえー、それ一回こきですよ毎日20時間やってたわけです死にますよ、えー、わけじゃないんですがあただあのもうう直前期に切羽詰まってきて、あのーねえー、公開模試を受けてあの朝から勉強して公開模試を受けてでその復習もしてたらもう気づいたらそんな時間になっちゃったとかあっていう方も中にはいましたがただ1日20時間は聞いたことないんですがあのその人ねあの伝説の一発一位の合格者なんですよ、えーあのーねえー。法律学習経験全くない状態で 一発一位で受かってその後おねえ司法試験来なさいと言って予備試験も担当一位で受かって予備試験一発司法試験一発で今弁護士やってますで、あのーまあ、その方あの動画私との対談動画が YouTube 上がっているので興味あったらご覧くださいで、あのーまあまあ、その方は1日20時間という数字が一人歩きしちゃったんですがでもあのその人も会社法の途中で挫折しそうになったぐらい。 だったりしたんですが、まあそういったあの教えてチューターだとかやり取りしててだとかもあったんですが、そういった話はまたお話し後日お話をします。ただそうですね、今年の一発合格者に聞いてみても、あの max 十四時間とか、あックス十二時間とかだったりしたので、まあ割とレコーディング効果というのはあのね、一発合格される方は良いパターンダメパターンで最低で何時間って言ったら、そのめちゃめちゃ仕事忙しかった時きはあ三十分とかいう日もありました。 ただあの特に働きながら勉強してる状況だと、まあ、まず私もそうだったんですが勉強しない日は作らないというのは私も絶対ルールにしてましてで一応平日休日で勉強時間記録していくと時間の目安は見えてくると思います大体いい自分にとってあの最初から今のスタート段階でいきなり10時間だとかは絶対無理だと思いますし。 でえーあのね、そうすると10時間めちゃめちゃ勉強する大体いい次の日って翌日あの使い物になんないんですよ。23日使い物にならないぐらいだったら平均的に時間やってってた方がよっぽどいいですでその平均的なものをじわじわ上げていくというところで,で、えー、休日、ね、平日休日と自分のパターンが見えてくると思うのである程度最初の段階は記録してみるといいんじゃないかなと思います。 でえー、じゃあその上でえー、っとです、ね、4ページ戻ってみてくださいでその、ね、結果が数字で見える目標を設定してほしいというところなんですがざっくり今週民法頑張ろうだとかあ、ね、ざっくり今週頑張ろうとかだと結果見えないので到達度分かんないんですよ、まあ、なので一応分量時間、えーね、あ,のあと点数ですね、まあ、時間でいうと時間記録つけてくださいってところもそうなんですが分量例えば今日何ページまでやったら寝ようとかね でそうするとあの、ねえー、今日何時間だけだったら今日3時間やったら寝ようだったらあ大して勉強してなくてももうねれるんですよでも何ページまでやったら例えば今日ここの復習を終えてから寝ようってなると早く寝たいんだったら復習効率よくやると思うんですね。であのね、えー、3時間で、まあ、10時まで勉強するぞとかだったらあ10時までちょっと時間つぶし的な勉強になりかねないんですよ。 まあなので、えー、例えば過去問10問解こうとかね、えー、過去問10問解いたら休憩に入ろうとかあ、ねえー、何問解いたら何ページまでやったら昼ごはんとかあ、まあ、分量目標で、ね、何ページまで、えー、何問解こうおっていうのを合わせてダブルで並行していくといいんじゃないかなと思いますで加えて点数目標です。 でやっぱり、えー、過去問の解く回数もそうだしで、えー、時間もそうなんですがそれ結果が身についてないと話にならないのでこの点数目標を私は設定していきます、えー、点数目標で言うと全科目について全科目の最終回でトライアルテストというものを実施しますで、全、えー、科目の最終回トライアルテストやるんですがちょっとね、えー、その下の A の時期星マークの上見てください 星マークの上丸四番ご覧いただくとトライアルテストというものが、えー、全科目満点目標ですで一問一答形式で元ネタ過去問です元ネタ過去問なので絶対解いたことのあるはずです でしかも、えー、過去問の中でもしょっちゅう出てる重要論点と、えー、たまにしか出ない一回こっきりしか出てない論点がミックスされてるんですが、えー、トライアルテストで出すのは講義の中でも解説を入れてなおかつ過去問でも品質論点としての重要知識を過去問から抜粋して一問一答形式で出します。 トライアルテストで、えー、科目ごとに毎回最終回まあの、まあまあ、最終回、まあね、全科目で最終回の講義で配布しますでそのトライアルテスト民法だったら80問とかで不動産登記ちょっとボリュームが多いので不動産登記は2回に分けてしますが、えー、民法80問、えーね、不動産登記は5052回に分けてしますが、えー、会社法だと会社法何問だったかな50問とかだったらあのー、ね、えー、やりますが40問だったかな。あのー、で ありますがあの民法のトライアル満点、えー、これをまず目標に頑張っていただきたいで、えーまあ、あの解いたことのある問題で,、えー、であのしかも超重要論点講義の中でもお、ね、カットしたところじゃなくて、ね、超重要論点で講義の中でも解説したところで解けるはずなんですがでまだあのもうずっとトライアルテストやってるんですが民法の満点ってまだいないんですよ。 問80問中79問正解は結構何人もいるんですがまあなので結構満点ってハードル高いんですねやったことのあるやつ。 あのねえー、ケアレスミスだったりとかあと、えー、過去問ってですね五子択一五つの説問があって、ねえー、組み合わせで正しいものを選びなさいだとかだったりすることが多いんですがそうすると組み合わせに助けられてて、えー、ちょっっとと迷っても正解とかできちゃったりすするることあるんですよでよも、えー、一問一答形式だと「丸か×か」みたいな形になるので、えー、ちょっとお焦って解いたりすると勘違い解いたりするとお一問ぐらい落としちゃったりすることあるんですが、まあ、満点目標最低9割です。 で,そういった形で取り組んでいただきたいんですがでそのトライアルテストの満点目標分かりやすい数字目標で割とあのそうですねそのトライアルテストの結果だとかあ、ね、あの今順調に進んでる二三向けの方たちでもあの結構みんな大体いいトライアルテストもいつまでにやってくださいって言います。いつまでにやってくださいでそして満点最低9割やってくださいとおいうことを言ってってあの割と教えてチューターで結果報告をしますされる方多いです。 教えて中退定期的に結果報告していくと、私もそれ記録取ってますので、直前期のアドバイスがとてもしやすいです。で、あの苦手得意が見えてくるので。 えー、そうすると、えー、直前期に時間かけここはちょっと、えーあのねえー、あの頑張ってここを攻略しておこう、えー、あなたここの科目は大丈夫だからそれよりこっちやってちょうだいとかあっていうアドバイスはしやすくなるのであの結構ですね過去の一発合格者もトライアルテストの点数報告とあと直前期のテストの点数報告は教えて中退で定期的に入れてって。 えっていうのはあ,点数王国あのー、ね、えー、むしろ、あのー、なんかねあのまず佐々木に点数王国をしなきゃいけないと一つプレッシャーになって頑張れるとこういうとこもあったみたいですしあと、まあ、むしろ直前期になってくると悪かった時にこそこの攻略のアドバイスが欲しいと。 ただ直前期の点数だけ聞いていてもふだんからの勉強報告で聞いてないとなかなか直前期のアドバイス適切なものができなかったりするのであの、まあ、そこはちょっと恥ずかしがらずにトライアルテストの点数報告していただくといいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、そういった数字目標を設定していただきたいんですが A のブロックですがまずねあの学習ブロックとしては A 講講義受講中で例えば今からだと全体構造から民法ですよね。 でそして民法の後不動産登記に入っていきますそうすると B ブロックが同時並行的に進んでいくんですよ学習済みの科目をどうするか例えば今民法だけやってればいいですよという時期でも二科目目の不動産登記に入った時に不動産登記をやりながら民法三科目目の会社法に入った時に会社法をやりながら不動産登記と民法とどう付き合っていくのか四科目目になったら過ぎ去った三科目どうするのかと こういういところころれも考えていかなきゃいけないんですが基本的にはまず目目のの前の科目最優先ですでそこでまず A の時期ご覧くださいで先,あの先取りマ事項ってありますがもう皆さんこれからレギュラー始まりましたから別に先取りは気にしなくていいですで基礎力養成期とありますが講義受けてる段階で基礎イコール簡単って意味ではないです。 ねえー、土台を築く時期なんですが、えー、講義の中でしっかり、まあ、あの本試験レベルのね本試験にされるようなことはもうちゃんとお話をしていきますがただこの時期になすべきことといたしましてはインプット最優先さっき言った通りなんですがまず丸一番講義とその復習を徹底的に時間,時間かけてやってください予習はしなくていいんですが、えー、じゃあ復習ってどうやってやるんですかっていうのが丸二番で復習は講義中に取ったメモさっきね、えー、講義中まずメモ取りながら講義受けてくださいって言いましたがで、えー、メモをあ、まあ、過失加 調整しながらメモをメモと合わせてテキストを読んでいくと。で、テキスト読み替えを使用して必要であれば記憶作業ですね。ただ一回で覚えなきゃいけないもの全部丸っと暗記できるわけじゃないと思うので、まずね記憶の取っかかりとしてファーストステップ。で図表丸暗記的なものも中にはあったりするんですが、まず一通り図表を読んでこういう話ってのは分かってないと暗記もできないと思うので。 そういったものをしていただいて記憶に関しては後から何回かかけて覚えなきゃいけないようなものとかであれば付箋貼っておくだとかあと結構皆さん最近の時効生産されているのが覚えなきゃいけない図表がいくつかあったらまずそれを写真撮っておいてください写真撮って、ね、あの移動中だとかそのその週の移動中だとかにその図表だとかっていうのをあの移動中に画面で見るだとかあの、ね、これがもうちょっと前だともう5年10年前だとそのページをコピー取ると。 いう形でコピーの紙を持ち歩くという形でしてたんですが、まあ、あのスマホで写真パシャパシャ撮っておいてくださいでそれを移動中に電車の中とかでその図表をあの、まあ、図表を見る時も頭の中で説明しながら図表を反数していくとで丸暗記系のものっていうのは一発で覚えるのって絶対無理なので、えー、繰り返し繰り返し反復継続の方が良いので。 えー、そういった写真、えー、だとかっていうのをあフォルダーだとか作って、えー、その中に、あのー、移動中も勉強するという感じです。あとですね、えー、そうですね、えー、復習に関してはあのー、まず理解の基準は人に説明できるぐらいまで、えー、っていうのが、えー、まずは復習の時にテキスト読んでくださいって言ってもテキスト読むだけが目標にしちゃうと字面を打ってるだけで大した頭に入ってこないんですよ。 とりあえず読んだけどみたいな状況になってくるので、えー、テキスト読むためにはまず理解を深めるために読んでいくのでじゃあ理解できてるかどうかの基準って、えー、説明するためには理解できてないと説明できないはずなんですよ、まあ、なので実際説明しなくていいですよ、えー、実際家族とかに説明しようとすると、えー、多分嫌われますうただねと自分なりの表現でい,いです、ねえー、なのであのそれをですね、えー、頭の中で説明をしながら。 あと室内者の目線に立ってテキストを読もうとすると「あここ狙われそう」とか、えー「私が問題作るんだったらここ引っ掛けに聞いてくるわ」とかああいうスタンスで読めていくようになると思うので読み方ずいぶん違ってきますで、えーまあ、それをあの、ね、具体例だとかを自分の頭の中で考えながらっていうところをやってみてください。そうすると普通にさらっとと読んでるるよりはめちゃくちゃゃく時間かかると思いますただ1回あたりの理解度が全然違ってきます。 ねえさらっと字数だけ終わっておって読むぐらいだったらあ大した頭に残っていないのでそれはあんまり意味がないですというとこですであのあとですね説明の説明できるぐらいまでもそんなに、ね、丁寧な言葉だとかじゃなくていいので皆さん別に抗議するわけじゃないのであのねえだってこの場合 B さんかわいそうじゃん B さん保護してあげなきゃとかああっていうぐらいで構わないので。 あとですね、えー、じゃあそれを踏まえて問題演習講義を復習した上えで三番問題演習過去問やっていくんですが過去何年分解くべきなのか各科目の講義内で指示しますってありますが一応レックの過去問合格ゾーンっていうのは平成元年以降分が掲載されていますただあ全ての科目平成元年以降分やらなきゃいけないわけじゃないです。 でこれはあ科目によって、えー、解くべき分量は指摘していきます例えば民法とかだったりすると民法はあ平成元年から乗っかっているんですが回してほしい過去問は平成20年以降分です平成20年以降分を、まあ、大体言いそうですね、えー、まずは3回回してほしいとねええー、ただ3回で完璧に制覇できるわけではないので、えー、ただそうは言ってもまず絞って、えー、3回ですね でそ,こねえー、そこそこ丸がついてきたならばあねあのね,、えー、あのねその正答,、えー、正答率の低い問題を中心的に解いていくであのこれ、えー、平成元年から過去問にのっかってるのに、えー、解かなくていいのと思われるかもしれませんがあの科目によって特に民法だとかっていうのは平成初期の問題と最近の問題って全然実際結構違うんですよ。平成一桁の問問題題って問題文短いんんでですす、えー、話シンプルなんです 別に言い方をするとアバウトなんですでも最近の問題ってかなり緻密で文章量長いんですよ。となるとその全然傾向の違う問題を頭から解いいてもあんんまり効果って低いんですねでだったらあとね問題解くための問題の目標問題解く目標っていうのは丸松がつくかどうかの確認ツールじゃなくて間違ってもいいんです覚えるためのツールなんです。 えー、解いて引っかかって、えー、あの解説読んで「あそっか」って言うんだったらそれによって理解が深まればあ罰もむしろありですで、えー。ただそれを繰り返して記憶として定着させてってほしいので、えー、広く1回こっきり解くよりは絞って34回解いた方が記憶には残ります。でえー、なので あの過去問も分野ごとに、えー、集約してとあの過去問もあの衛生、平成元年の問題、2年の問題、3年の問題という感じじゃなくて分野ごとに問題あの組み替えてます。例えばあ民法だとねあの最初自然人という分野なんですが自然人という分野ブロックがあ例えば何年か大きに出てますと。 ねあのね、えそういった形で、まあ、次意思表示の問題とかあ、ね、えそれがあの意思表示の問題だけ集約して向かってるんですがえそういったものがあ何年かおきいに出たりしますがその頭からあ過去問を解くんじゃなくて分野ごとにえ後ろから解いていくと。ね、後ろからっていうのが、まあ、大体その平成20年以降から令和4年までね。 A の問題を解いていくという形になりますのであのね、えー、あのなんか乗っかってるものをのねいきなり飛ばして後ろから解くってすごく勇気いるかもしれませんがでもさっき言ったように、えー、全然室内傾向の違う問題を繰り返して解いても大した効果ないんですよもっと言うと、えー、広げて広げて1,2回解くになったらああね絞って5回解いた方が絶対記憶には残ります うなのであの科目によってそれが平成20年以降分なのか平成15年以降分なのか平成18年以降分なのか科目によってはこれもも昭和元年平成元年年平成から全部解いいいてくださいっていう科目もありますこれは出題傾向によってこちらの方であの毎回講義の冒頭で指摘していきますので,で、えー、なので、えー、一発合格者の過去問とか見てても「あのやらんでいい」って言われた過去問はもうまっさらきれいなんですよ。 ただあ、ね、これはやんなさい平成20年以降分やんなさいって言ったらそこはもう8回から10回ぐらい解いてたりするっていう感じなのであと、ね、過去問解く時にも一応ね履歴をつけてくださいねって話はしますがそれは民法の講義の冒頭でお話をしていくので,であの一応○×、えー、常に正解できたかどうかじゃなくて日付と履歴としては丸丸角××をつけてださい 20丸が5足全部完璧ですと。丸は正解できたけれども全部で説問5つあるんですよ。5つを組み合わせて正解番号を出すだとかの問題なんですがそうするとあ分からない説問もあったけれどもでも一応組み合わせで答えは出せたという問題でもその問題って完璧じゃないでしょあいうえおとあってで一応組み合わせで答えは出せたけれども「うとおが」と「お」がいまいち分かんなかった。 でも一応組み合わせで答えを出せたっていうんだったらその問題は卒業じゃないんですよ。そうするとその問題は一応正解はできているので丸。二重丸はあげられないんですね。であと、えー、じゃあ三角はって言ったらあ二択まで絞れたけれども最後二択で落としてしまったつまり不正解でも一応この設問5つのうち3つぐらい分かったんだというんだったら三角です。あともうほぼほぼ分かんないっていうのがツです。 丸丸三角×という解いた履歴をつけてください20丸丸回連続を丸を目指してください最初20丸ついても1か月後に解いてみたら丸になっちゃうこともあるしで、えー、丸だったものがあ1か月後に解いてみたら×になることもありますねあの三角が丸に上がって20丸に上がってということもありますで、えー、まあ,あの日付と履歴を解いてつけて頂きたいい 二重丸三回連続丸ついたらもうほぼほぼ忘れないので直前期それ解かなくていいんですよそういった履歴がついていくことで直前期に解くべき問題を絞り込むことができるとこういう形にはなりますから履歴をつけてくださいであとはですねトライアルテストの部分ですねトライアルテストは満点目標で元ネタ過去問で一問一答形式で出しますのでぜひトライアルテストまずは皆さん初の民法満点これを目指していただきたいかなと思います あと、えー、星マーク2023年お試し本試験とありますが、で一応ですねお試し本試験といたしましてはあの皆さん本番2024年なんですがで下見的に受けていただくことこれはまああのありですであのね一応あの2023年7月2日が本試験だと思いますであの一度だけコロナの2020年は本試験1回延期になったんですが。 ね、2027月に本試験実施できる状況じゃなかったので、まああのねえー、なので9月に1回延期になりましたが、えー、まああのそれだけですね過去にもお、えー、なのでまあ一応2023年7月2日がお試し本試験だと思います出願時期に関してはちょっと年によっても違うんですが大体5月上旬ねとで本試験会場はあの年によってもちょっと違ってくるんですが毎年4月一日にあの法務局から発表されるので、まあ、大体このそのぐらいの講期になったらお話をします。 お試し本試験としてはまず1は、えー、目的としてはあ学習経験とあと学習済みの科目はどれだけ得点できるかで、えー、今年の7月2日だともう民法の講義終わっていますからそうするとあまず民法トライアルで満点取るというのに加えて加えてお試し本試験で通過点ですね初見の問題もありますからそうすると、えー、20問中民法20問中最低15問は取ってください。で えー、過去ですねあのお試試し本試験で民法満点取れまましたっていいう方もいます、ね、あの法律学習権全くない状態でで、ね、民法満点取れたって方もいますしただ年によっても難易度結構ばらつきがあるので本試験が終わったらあ、ねあの「午前で帰って構いません」ってありますが、えー、午後の部って全然学習していないので、えー、午前の部あくまでも下見なので、えー、午前の部だけで帰って構いませんが、ね、あの本試験終わった後ですねあの復習もいらないです。 というのが本試験終わった直後なので、えー、正解番号はだいたい夕方になると出ますがただ解説が何も手元,手元にないんですよ解説がない状態で自力で復習していくことに大した意味はないので、えー、なのでもうとりあえず下見として、まあ、自分でそこで全力を尽くしていくで本試験終わった直後の不動産投記を11回目の講義の冒頭で。 えー、民法設、えー、問ごとにこの問題は取ってほしかった落としてもしょうがないねっていうのはま,まあ冒頭でコメントしますのでまあ通過点目標としては1を向かっていく目標は75%取ってほしいんですがただあ今年は民法簡単だったからあ、ねえー、あの20問中18問は取ってほしかったなとかね。 え20問中17問取れれば順調ですかねとかめちゃめちゃ難しかったから今年は20問中14問13問でもしょうがないかなというのは言っていきますのでまあ一応受けられる方はそれを目安にしてくださいであの純粋一発合格を目指したいですって方はお試し本試験は受けないというのはありだと思うんですが巷の一発合格者っていうのは大体お試し本試験ありの実質まあ2回目ですね。 だ全科目学習し終えた上での一発合格という意味だとあのまあそうですねちまとの一発合格者も「かっこ」「お試し1回含む」とかあ書いてあったりはするので、えー、なのでお試しはあの、ね、一発合格のカウントには入りませんがあただもう純粋一発合格を自分のプライドとして目指したいという方はあ別にお試し音試験受けなくても別に、えー、体制に影響はないですだって後から問題ゲットできるしね、えー、下見ぐらいのもんです あとですが、あーあのそうですね、オタメーション試験に関してはあの、ねえー、問題と正解択一番号のみ8月半ばに、えー、あの法務省ホームページに掲載されまして、えー、で筆記の合格発表って7月頭に行った筆記試験の結果が3か月以上待たされるという状況なんですが、まあ、あの,いあの筆記の,あの記述の添削もあるのね。 だ,けだったらすすぐ出せると思うんですが筆記もあるのででっていう感じですであとですね、あのー、そうですね単年、えー、の間の合格図は8月下旬出ますがまあなのでさっき言ったあの、ね、解説ない状態で音、えー、試験直後にあの復習しなくていいっていうのがまあだいたい8月下旬になんないと正解なあの解説文章だとかも出てこないのでむしろお試し音試験受けた方も。 ノウ復習で構いませんねあの過去問のあのね単年の版出たとしてももう一切復習しなくていいです自分が何点取れたかだけわかればいいですでなんで復習しなくていいのかっていうと来年の三月ぐらいに一人本試験シミュレーションとして全科目学習し終えた上で手垢のついてない問題として今三月下旬に解いたらどのぐらい取れるかなの素材として取っておきたいんですよ。 ですから無駄に復習しちゃうと手垢のついた問題になっちゃうので、えーまあ、あの自分の,あの、ね、点数効果があで効果測定できないのでなので受けることは下見だとか何点取れたのかなという評価としてはありなんですがそこからあ知識を吸収しようといった意味においてはあ、ね、あのそれは今しなくていいのかなとそしてまたもっと言うと今年の恩試験で出題された問題で同じ問題がまた2年連続で出る可能性はかなり低いんですよ。 というと、まあ、そこに関してはあの一応です、ねあのね、一人本試験シミュレーションとして3月ぐらいにとっておくのはいいんじゃないかなと思います。あと えー、丸二番の受験会場なんですが、あのーね、全都道府県でやってはいないんですよで関東であればあ東京、横浜、埼玉、千葉あでやってたりするんですが、まあ、なので受験会場は年によっても若干違いますので、えー、自分が埼玉で受けた方が近いとかあ、ね、自分は埼玉に住んでるんだけどむしろ東京の方が交通の便がいいだとかあっていうのはあったりすると思うので、えーまあ、そのあたりはですね、えー、4月に法務局に掲載されますからあ4月以降ですね講義の中で、えー、近隣の受験会場は話をしますので。 まあそこでお話をしていきましょう。で、あの全泊が必要な方ってありますが、あの丸三番の下ね、えー、全泊が必要な方っていうのは、地方で受けている方は、あのー、ね、えー、わざわざ全泊しなきゃいけなかったりするんですよ。ね、あのー、鹿児島に住んでる人は鹿児島に試験会場がないので、えー、例えばあの福岡まで行かなきゃいけないとかね、えー、だったりする方いらっしゃったりするんですが、まあ皆さんは全泊しなくてもいいかなと思います。あと、まあそうですね、あのー。 まあ,あとはいいかな、ね、あと B の時期なんですがであの一応講義終了から直前期までなんですがで学習済みの科目を、まああのね、目の前の科目最優先なんですが、まあ、適宜拾っていかなきゃいけないんですが、まあ、あの学習済みの科目に関してはブラッシュアップ期と言っていきまして、えー、学習済みの科目を確実なものにする、まあ、基本的にはテキスト読み込みってその下に書いてありますが、えー、基本過去問ぐるぐるの時期に移行してます。 目の前の科目最優先にしておりますがでその時期にはテキストしっかり読んでるはずなんですよ。でテキスト1回2回しっかり読んでればその後は過去問をひたすらぐるぐる回していくという形で、えーね、あの目の前の科目と同時並行的にやっていくことになるので例えばあ不動産登記やりながら過去の民法をどう触っていけばいいのかっていうと基本的には過去問を回していくという感じです。でさっき言った過去問の二十丸を増やすというスタンスで解いていくんですね。 でそしてまあただピンポイント的に苦手が出てきたならばそこをピンポイントでテキストに戻って読むというのは全然ありです。 あと、えー、過去問に関して、えー、ですが米印ですね、えー、演習用素材といたしまして、えーまあ、基本過去問です、えー、基本過去問なんですが、えー、過去問以外でいうと皆さんのご自宅に卓越式到達度チェックテストっていうのが届くもう届きましたあ届くことになりますで、えー、それがあそうですねあの科目によっても回数違うんですが民法だったら5回分ぐらいあったかなあなんですが、まあ、あのそれが、えー、1回分20問ずつ出ます。 でなので例えば民法も例えばテキスト1冊目で、えー、あのその20問が1冊ありますがでなので講義、えー、こ行して過去問ときます復習します過去問ときますで民法でいうと、えー、ブレイクスルー1冊目に対応するチェックテストがありますからそれを解いていただくとでそのチェックテストに関しても科目ごとに点数目標を設定しますが民法だったりすると民法は20問中17問取ってくださいとか。 いう感じになったりしますね。それはまあ、かっこ二の時言っていきますよ。科目によって目標、点数目標の設定違ってきますが。まあ、それはお着着と解いていくというところです。あと、えー、テキストの読み込み過去問やっていく、あのも、あの、そうですね、ぐる、繰り返し問題演習していくんですが。あのですね、ここちょっと、あの、通信の方も受けてるので、ここには書けないんですが。ただ、生クラスの方には、あの、問題演習をもっと強化していただきたいということで。生クラス問題集っていうのは、お配りします。 で生クラス問題集も科目の最後にお配りします民法だったら民法の最終回にあのこういった講義ノート形式の冊子で民法でいうと例えば全部で5冊ぐらいかなこういった冊子が5冊分ぐらい民法で生クラス問題集と出します、まあ、こういった冊子形式なので、えーまあ、あの不動産登記2科目目に入るとそんな民法を触ってる時間が机の上に向かってないんですよ。となるとこういった冊子をカバンの中に入れて出先で勉強してください。 で生クラス問題集全部で5冊民法5冊とか不動産登記も5冊ぐらいとかあっていうのはこういった冊子でお渡ししますのであの例えば会社で、まあ、会社で勉強できる人はできない人いると思うんですが移動中に勉強するだとかあの過去問集だったりするとザ資格試験みたいな形で、えー、明らかになんか、ね、勉強してる手が分かって嫌だという方も私も受験生時代会社に売ってなかったので、えーね、そんな感じなので移動中に勉強するという形で使ってみてください。 で続きまして今度ですねえー、っとですね、えー、その下なんですがあ,あ,あくまでも学習済みの科目は最優先ということで、えー、科目別な対策をとってくださいそれを進度によってお話をしていきます。あのチェックテストに関しては一応卓一でいうと、まあ、一応トータルでいうと20問中15問なんですがただこれ科目によって若干変えていきますから民法だと17問とかね。 で設定してみてみくださいあと記述対策に関してはこれぼちぼちまたあの科目の中に入って言ってきますが書式名宿っていう基本問題集あるんですよそれに関してはいつまでに卒業してくださいねっていう時期がそこに乗っかっておりますが「名ーシック」って基本問題集ですから直前期になってまで名ーシックやってる場合じゃないの、ね、でその卒業でいうと203 20回連続と記述問題をねそれを目指してください。 あと、ね、5ページですが、えー、5ページはまあ直前期ということで、えー、皆さんの直前期でいうと2024年の4月から7月、ね、一般的にはラスト3ヶ月を直前期と言っていきます。で、えー、そこで、まあ、あの総仕上げ期ということになっていますが、えー、そこで、えー、知,識の知識の総復習してくださいという意味でスピードアップを図る時期で。で あのこれねよく勘違いされてる方いるんですがあの例えば民法の講義やってる最中に民法のスピードアップ狙って時間測って解いてますっていう方いらっしゃるんですがあの早い段階からスピードアップして意識して解こうとするとあの読み飛ばしが癖になります。でふだ、えー、やっている時には時間かけてもいいからちゃんと読んで理解して解くということが大事なので。ですからあの直前期のスピードアップは直前期にすべきこと。 であの本試験って本当に時間ないんですがただあ本当に時間がないのは午後の部であって午前の部ってむしろ時間余りますなので、えー、例えば民法だとかって午前の部なんですよ。となると、えー、別に民法を急いで解く訓練する必要ないんですね。 あとある程度回していけばあ,の、ね、えあんまね時間足らない大体なんとか6月ぐらいには間に合ってますという状況の方が多いのでえ今からスピードアップ意識して解こうとするとあの要は全全読んんんででちゃんとあの説問で丸抜判断したいんですよ組み合わせで答えを出して正解できりゃ OK みたいな形になってくるので過去問解いて演習効果って半分ぐらいに減っちゃいます。 まあなのであの、ねえー、別に意識やスピードアップは普段から意識しなくてよくて、まあ、むしろそれは直前期にすすべきことですなんとで結構問題量多く解いていかなきゃいけない卓越も記述も多く解いていかなきゃいけないんですが生クラスのプラスアルファものとしては卓越の,の過去問プラスアルファとしては生クラス問題集は講義の最終回に配ります。各各課もね 記述に関しては本試験レベルの記述問題は直前期に生クラスだけの記述用の問題とあとあ記記述述専用用のの部屋を用意します。あのまあ、記述の場合2時間まとめてそこで集中的に解いていくっていう訓練もスピード対策としても必要なんですがそれは2 0 2 4年の直前期にします。 あと直前期は当連だとかあもしありますが、まあ、その辺りはまた追ってお話をしますがただ、えー、ここで意識していただき直前期に一発合格者は、えー、右肩上がりで成績伸びていきます。4月の段階では去年,か,、えー去年えー、かなり上位で合格された方、あのーえーっとね、去年、えーっと全えー、51位か。えーあのー えとかなり上位なんですが、えー、51位で総合で51位で受かった人その人全く卓研だけ持ってたかなあ法学部出身とかじゃなくて法律小学者で卓研持ってしばらく前に卓研取ってでその後、えー、しばらく勉強から離れてて、えーであのー、でその方も春生でした春生で一発合格されたんですがで、あのー、その方は直前期35問中4月中の点数って35問中21問正解でした。で えそれがあのー、まあその人五個の部苦手だったんですよ。に四月の段階で五正五個の部が二十一問正解で二十一問だと到底受かる点数じゃないんですよ。で最終的にまあその方から定期的に点数多く受けてるのでまああの直前気に強化すべきことだとかを区別面談とかでアドバイスしてその人最終的に本試験三十五問中三十四問取りました。あで今年の本試験の五個の部で三あ去年か去年の本試験のこの五個の部で三十四取るってありえないんですよ。 えー、なので34だとえ,ー、例えば全国5番とかそんな感じでですよ、えー、ぐらいで、あのー、そういう成績で受かったので、まあ、あのそれも普段からしっかり復習してただあ、そういった方でも4月中って、えー、別に合格確実な点数じゃなかったりするんですよ。 4月5月6月って成績伸ばす、えー、していくことは必要なんですが、まあ、そのために4月5月6月相当問題量上げていかなきゃいけないんですがじゃあ4月5月6月に右肩上がりで成績伸ばすためには A の時期にちゃんと復習してたかどうか A の時期にしっかり復習して丁寧に過去問解いてたかどうかなのでさっき言った「講義受け終わりました」あ「いきなり過去問解きました」「とりあえず解けちゃうから」みたいな状況だったりすると直前期に伸びないんです。 なんでかっていうと復習してないからなってくるのでちょっとそこはあ普段から意識しておいてください。まあ、あとはですね折れない心ずうずうしいぐらいのプラス思考ってありますが本当に勉強って進めば進むほどきつくなるんですが、まあ、どっかでですねあのまあそうですねずうずうしいぐらいのこんだけ頑張ってるんだから大丈夫と言えるあの心の支ええー、ただあの、まあ、そういったものを持っておくといいんじゃないかなと思います。で次6ページなんですがここはあの一応ざっと見といてくださいと。 というところであの気持ちの持ち方なんですがメンタル的なところですがペあの、ね、6ページはざっと見ておいてくださいただ6番の部分はもう開講しましたからももうここは皆さん飛ばしててらって結構ですあと7ページに一発合格の決意ってありますがあのこれは私は見ませんあのただ皆さんここにあの何かしら書いておくと本当にきつくなった時にあと、だれやすくなってきた時にここ戻るとあ頑張ろうという気になると思うので。 ね、あの一発合格目標にしていない人で一発で受かった人いないんですよ。何、ね、回、ね、一発合格できちゃいましたとかい人いないのであの、まあ、なのであの最初から、ね、23回で受かればいいかなと思っている人で23回で受かった人すらいません23回で短期で受かればいいかなと思っていると、まあ、あっという間にベテラン受験生になっちゃうので、えー、なのであの、ね、無理かもと思ってもでも,、ね、でもやってみなきゃ分かんないじゃんと。 っていうぐらいで一発合格を目指していただきたいかなと思います。で、ちょっと講義ノートを置いときまして全体構造のブレイクスルー出してください。で、あのこれ全体構造全部で三回なんですが、えー、一応ですね全体構造と言ってますが、あのこれ全部やりません。えー、もう基本的には今日は民事訴訟民事執行だとかをやって、えー、次回以降はもう二回三二回目三回目は民法です。 でなので、えー、これもやるところはあの解、ー、つ番で言っていくんですがちょっとねざっと試験の内容を話をしていきましょう。えー、ちなみに三ページから六ページまではあこういうことするんだなっていうのがざっと書いてあるのでまああのね、えー、帰りの電車ぐらいで読めばいいとこういうところで三ページから六ページまではもう飛ばしてもらって結構です。で七ページから少々試験の話あるんですが七ページはもう飛ばしてもらって結構ちょっとざっくり見ておきましょう。八ページ九ページを出してください。 地方書士試験の試験科目といたしまして一応、ですね下の図表を見てくださいで試験科目として、あのーまあ、午前の部は択一のみです、えー、午後の部は択一と記述が一気に出題されまして午前択一35問午後は択一35に記述不動産登記1問商業登記1問ねで午後は択一記述をセットで仕上げる感じです。 ですから卓一から先に解いてもいいし技術から先に解いてもいいとまあこのあたりも戦略になってくるんですがそれおおよいお話をしていきますで、一応ですね受験会では室内数の多いこのピンクつけた科目ですね、えー、これを主要四科目と言っていきます室内数の多い科目、えー、民法と会社法そして午後の部の不動産登記法と商業登記法 これを主要四科目と言っていきまして、えー、この後民法から順に講義を受けていきますが。で、えー、かなりの配点を示すというところになります。で、それぞれ科目によって目標設定の仕方が違ってくるんですが、それはおいおい科目各科目の冒頭で一回目でお話をしていきます。まあ、一応このような素材配分ですね。まあ、なので。 ね憲法三問、民法二十問、刑法三問とかだったりするので、そうするとやろうと思えば憲法と民法と刑法って同じぐらいめちゃめちゃかかるんですよ。でも三問と二十問で学習スタンス変えなきゃいけないのはわかるでしょ。まあなのでそのあたりはデルトを重視の学習に特化したりだとか、ああでも民法はものすごく大事だからこれは満点狙っていきましょうだとか、ああっていうのは各科目によって言っていきます。で続きまして九ページなんですが。 学習スケジュールとありますがあの少子験のスケジュールね、えー、ただ、まあ、一応ここねざっと見といていてだければいいんですがただあの一応ですねお試し音試験受けるに際して、えー、あのお試し音試験受けられる方ねあの出願だとかお話をしていきますが、まあ、ネット出願は少子試験においては今のところないです今年どうか分かりませんが毎年4月1日に受験案内が出る感じになりますからそこでまたお話をしていきますで一応あのざっくり言うと えー、皆さん、本番は来年の7月7日のはずです。2024年の7月7日、えー、ここは皆さん目指すところになってきますが、ね、えー、まああのそうですね、えー。7月7日が本試験なので、そこから逆算してって、今からちょうどそうですね、あのね15ヶ月ぐらいと。 いいう形になりまますががそこかからまがしがし頑張っていくで一応7月7日に本試験で3か月ちょっと後ぐらいの10月上旬ぐらいに筆記試験の合格発表とでそして筆記受かった人には証書試験は口述試験が課されます面接官2人に対して受験生1人1人持ち時間15分で口述の話はまた追って講義の中でお話をしていきますが基本口述は落とす試験じゃないです。 落とす試験じゃないので、まあ本人確認だとかね、えー、そういう感じです。ね、あのただ口述の話験をってするとして、ですから筆記口述は今のところ落とす方向の試験ではないので、もう筆記勝負だと思ってください。筆記勝負になってきますので、えー、そこでしっかり得点を稼ぐと。で、えー、点数は司少々試験は相対評価ですから、あね、えー、年によって合格点は違ってきます。 で最後ですね最終合格をするとその後新人研修だとかになってきますが新人研修の話はまた追ってご説明していきます。じゃあどのぐらい取ればいいのかななんですが10ページいってください。で、えー、午前午後に分かれておりますが合否判定がちょっと特殊でですねあのまずねそうですね 画面にちょっと、ね、点数書いてますがあの年によって若干あの違ってくるので、えー、一応令和2年から令和,令和4年の数字3年平均でお話をしますとでいか3年平均でお話をすると午前の部って35問出るうち大体基準点っていうね、えー、あのー、まあ俗足切り点ね、あのー、年によっても難易度違ってきますが35問中26取れてない人は他がどんなに良くてもアウトですと。 いう点数基準点があ35問中26ですね、まあ、大体75%ですよで、えーまあ、8割近く取んなきゃあまずいというのはかなりハードル高い方なんですね国家資格の中で。さらに午後の部は午後の部は35問中大体ちょっと低いんです、えー、24問ぐらい。まあ64ねで 卓一の点数がクリアあの午前午後に卓一要はハードルが二つあると思ってくださいで午前午後の卓一それぞれクリアできた人の記述の答案が添削してもらいますなので一日かけて卓一も記述も答案出してくるんですがただ卓一で引っかかっちゃったらどんなに立派な記述の答案書いても見てもらえないですよ私一年目それだったんです私午後のもの卓一が一問足りなかったんですよ で自己採点で記述に関してはほぼノーミスの答案だったんですでも私のノーミスの答案見てもらえなかったんですよ1年目だって択一引っかかっちゃったのでただから全部クリアした上でちなみに記述にも基準点ありまして記述はまあ半分ぐらいですで、えー、記述のおね35点 35, 35. 35点の合計70点なんですが 70点満点中だいたい基準点があ3年平均値で34点ざっくり言うと半分ねで、えー、じゃあですよ五前、えー、が大体いい75%午後は67%まあ70弱ですよねで、えー、そして記述が大体いい5割弱ぐらいなんですがじゃあこの基準点クリアすればいいですかっていうとだめなんですよ最後合計点勝負ですなので、 記述あの基準ギリだと合計点勝負で負けちゃうんです。で,、えーであのね、合計点これ上位大体650人です。なので、えー、合計点で負けちゃう人のことを、まあ、受験会では総合落ちと言ったりするんですが。 択一落ちとか基準落ちとかね記術落ちとか言ったりするんですが、まあ、最後合計点勝負になってくるんですがじゃあ、えー、合計点勝負で確実に合格を狙うためには記術って不動産登記1問商業登記1問大型問題なんですよ。でどんんな実力者でででたまにかかいミスをやらかしちゃうんですよ。となると択一でしっかり稼いで記術は守るんです。 で択一でしっかり稼ぐっていうのは択一の点数高いんですよ記述はでかいミスで普通に10点15点ぐらいごっそり引かれることがあるんですそうするとまずでかいミスを防ぐとあのちっちゃいミスは気にしないでかいミスを防ぐで記述は守る択一で攻めるで記述の知識は択一で絶対もうもともと問われているんですですから択一の知識を上げておくことが記述のミス軽減につながります 択一は攻め記述は守りとういうスタンスで臨んでいきましょう。じゃああとね合格率なんですがああのねま難関資格ですねあの昔は私が受験生時代って合格率2.8%とかいう数字だったんですが今ちょっと上がってます。えー、とですね まあこ書か,か,かないかあれなんですが最近の数字でいうと一応、これ、ボレックス作ったのが去年の本試験なかったので、えー、令和4年でいうと出願者がちょっと一時消えー、ったんですがちょっと増えまして1万5693人で受験者は1万2727 27人でこの受験者数に関しては、ね、あの願書を出してこなかったもしくは午前だけで書いちゃう。 お試し本試験の人がねだけれども、えー、一応、えー、受験者数、ね、1万2,000あと合格者でいうと筆記、まあ、659人なんですがであと、えーねえー、じゃあ合格率でいうと合格率でいうと出願者を分母にすると4.2%受験者を分母にすると 5.1%10 年前とかって10年ちょっと前とかって2.8%とかの時代。 普通に2.8%ぐらいがずっと続いてたんですが、まあ、最近増えたって言ってもねだいぶ4,5%でしょと思うかもしれませんが4,5%ってこれ無理じゃねって思うかもしれませんが、あのー、少々試験ってですねあのだらだら勉強してる人がやったらめったら多いんです、えー、とりあえず独学でやってみるとかあであの本気体制の人って意外に多くはないんです であとあのもうなんかねちょっとライフワーク的にやってますというところがあ多かったりはするのであのただ、まあね資格試験でしかもこんな難関資格をだらだらやってるって本当時間の無駄だと思うので、えー、皆さんとっとと受かっていただきたいので、えー、そこは本気体制に習ってください。でああのまあ、そうですね例えばそのねだらだらやってる人が多いというところで言うと本気で合格狙ってる人って直前期の公開もして受けるはずなんですよ。 でえー、公開模試試験あの各社でやってますが、えー、一番受験者数が多いレックで、えー、公開模試の受験者数何人ぐらいと思いますあのこの、ねえー、本試験の出願者が1万5000、えー、受験者1万2000でしょレックの公開模試で受験者数3000人なんですよで他社で2000人とか1000人なんですね掛け持ちで受けてる人もいますよでどんなベテラン受験生でもさすがに直前期の公開模試は受けます本期の人は。 ってなると、まあ、あのね、えー、まあ、あの、そうですね。本気の人でも一万円人はいないですよ。本気の人でも、まあ、大体、ええー、レックで三千人、ええー、他社で二千人とか千人ですと。ということになったりすると、あんまりこの数字にひるんでしまうものん、もったいないのかなと思いますので。 まあなので、えー、皆さん、ああののねね、えー、結構です、ね、あの直前期なこういった講座を受けてても,もう全然勉強回ってないから公開模試はあ、ね、パスしますとか言う方はいるんですが公開模試パスしてる場合じゃないんですよ本気の受験生で公開模試受けますから、えー、ぜひ、そこはあのねこれからあのね公開模試にしっかり臨めるように頑張っていきましょう。ででは、えー、今度ですね15ページ行ってください まあここから今日の復習が必要となってくるところが15ページからなんですがまずね、ちょっと15ページで、えー、チェックカットここからチェックカット言っていきます、えー。カットのところはもう復習時読まなくて結構です。15ページのチェックで言うとあのグレーのすぐ下に1番、法とは何かってありますねでこの黄色いところ法とは何かから枠までをチェックしていく。 法とは何かから枠までをチェック。でこれから皆さん法律これを勉強していきますが法って何ですか、まあ、守らなきゃいけないルールだよというのは何となく分かると思うんですがでも守らなければならないルール皆さんさまざまな社会生活においてたくさんのルールの中で過ごしていると思うんです。ちょっっと先に左下行ってくださいで 守るべきルール社会規範というのは社会生活を受けルルールでさまざまなルールの中で生活していらっしゃいますが法とそれ以外でいうと他のルールでいうと道徳宗教習俗とありますが、まあ、あの例えば宗教とかでいうと戒律とかねその宗教内のルールあるでしょであと、えー、道徳、まあ、人として、えー、あと地域の習わしとかね。 あと、まあ、それよりもむしろですね例えば学校内におけるルールとして拘束会社なんかであれば就業規則マンションとかだったら管理規約とかね町内会だったら町内会の改則だとかさまざまなルール、ね、社会生活を続けるルールありますが法はあそれ以外の社会規範ルールと違うところでいうと右側見てくださいそれに反してしまった時ですが。 まあねえー、法だけが持ち合わせているのが国家の強制力なんですよ国家の強制力でいうとで例えばあ警察に逮捕されたりだとか裁判にかけられたりだとか、ね、あと、えー、強制執行でこれら例えば、ね、この今日このあはやりますがじゃあねお金返してくれませんとお、ね、あの人に金貸したんだけれどもお金返してくれませんという時に。 債権、ね、者は自力で取り立てちゃダメなんですよ自力取り立てっていうのが例えば家の中にずかずか乗り込んでってお前貸した金返してねえじゃんと、えー、金目のほの分取っていくぞとこういうことやっちゃダメなんですよやってることは住居侵入窃盗罪ですですからいくらお金を貸した人といえども自力でなんとかしますというのはそれは駄目なんです自称債権者自称金貸しが現れてくるから。 あーなのでそれは駄目なのでどうしてもやりたいんだ,だったら国家の強制力ととしして裁判所が手を貸しますと他にもですよ、えーね、例えばあ、ね、人を殺したら殺人罪ですよ殺人犯どうします警察が逮捕して検察が起訴して刑事裁判にかけられてそして国家権力である裁判所が、はい、有罪判決懲役10年とかでしょ。 でそういった形で制裁を下す、えー、じゃあ被害者の遺族があ、ねえー、じゃあねあの制裁だとか言って未開に殺人するそれダメでしょまあなのでそういった形で、えー、の法に反した場合には国家の強制力によって内容を実現できますとねえで,でもですよ、えー、それ以外はどうですかっていうと、えー、これ国家の強制力は働かないんですよ事実上の制裁としてあの人ああいう人だから社会評価の下落だとか レッテルを払うもしくは集団からの追放というところで例えば拘束に反しました最悪退学ですよ定額とかねあと会社なんかであればあ、ね、その就業規則だとかあまりにもひどいんだったら定職とか懲戒免職とクビになることはあったとしても少なくともそれ国家の強制力じゃないんですよね。 というところで、まああのね、例えば道徳に反ししたた人がいました、まあ、道徳でいうと、まあそうですね、公共交通機関でお年寄りに席を譲りましょうとこういう状況で例えばあ周りから白い目で見られるねね自分が座ってます、ね、目の前に杖をついたおばあさんが立ってます、ねえーね、あの見てみるふりをする人もいるでしょうなんなら周りにおせっかいのおばちゃんがいて「あんた若いんだからどきなさい」とか言われたりすることもあるでもしかとしてしまえばその場ってもうそれ以上何もできないんですよ。 周りからどけようって言われたとしても、それ以上じゃあそこに国家の強制力きますか、来ないでしょう。まあ、そういった意味で、ね、あのね、さまざまな社会生活のルールの中で暮らしておりますが。法だけが持ち合わせているもの、上見てください。法の定義としては、国家権力による強制力を伴った社会規範、規範というのはルールです。 これはこれから学習していきます。ね、ここは言ってることが分かればオーケーです。で、その下の文章は無視してください。カットです。で、続きまして、えー、こうですね。えー、16ページ行ってください。16ページですが、あのまずですね、えー、っと先にチェックの箇所を言いましょう。冒頭の文章カットです。ね、図表以下このページの下までチェックです。図表以下このページの下までチェックです。 えー、なので、まあチェックで言うと下のおね、えー、ところまでチェックですね。ちょっと部分的にチェックだったりすると、えー、私はそのね、えー、あの縦ラインをつけたりしますが、こんな感じです。あの見えます？ちょっと黄色ですが、ねこれがチェック。であの特に私チェックの色に大した意味はないので、えー、そこは皆さんのお好きに。ねあの色とかが嫌だって方はもう鉛筆とかで枠で、えー、あの分かるようにしておいてください。 でじゃあねここから先ほどの国家の強制力でいうとあの殺人だとか傷害だとかって話は刑法で学習していくのでとりあえずこの後勉強していく民法が絡む話として、まあ、皆さんもいつかはあ実務についてもしくはあ、ね、あの私生活でも出会うかもしれない話強制執行ですでこの強制執行の例として借りたお金を返さない場合強制執行を受けるとありますが。 でここの話ものすごく大事になってきます。まあ大体は知ってる話かもしれません。初めて聞く話かもしれません。でもこの話民法でも不動産登記法でもあっちこっちで出てきます。なので、えー、今日の復習のメインここです。ねここの復習に関しては用語も含めて何も見ない状態でも説明できるようにしてほしいんです。ねあの用語もしっかりマスターしてください。でいいですか。まず、えー、じゃあ今回の話発端は X が Y にお金を貸したんです X が Y にお金を貸しましたお金を貸した人のことを貸し主債権者と言いますそしてお金を借りた人 Y さんですが債務者と言っていくんですよ債権者債務者って言葉いっぱい出てきますが X は返せという権利を持っていますこれに対して権利を倒すのが義務です、えー、Y は返す義務を負っていますね、えー、これが債権者債務者 なの1万1000万貸しましたじゃあですよ皆さん X さんだったとしましょうお金持ちですね1000万貸したんですよで、えー、Y がお金返してくれません、えー、約束の返済期日が2023年の3月1日だったとしましょう3月1日にあれ入金がないどうします でえー、いお金貸した返してくれません、えーね、入金がない、ねね、乗り込んでって、えーね、さっきの話家の中ずかずか乗り込んでってじゃあ金目のもの分取っていっていいですかっていうとダメなんですよ。でそれがちょっと下の横2番見て,番見てください関数字2番。で 法の強制と自力救済の禁止とありますが、下の文章ね。法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは、法に定められた内容を最終的に実現するには、必ず国家の強制力によらなければならないということを意味します。で国家の強制力、この後話をしていきますが、裁判所の力があります。 でえー、例えば犯罪の被害者その遺族が犯人に対して復讐したり借金を返さない債務者の家に貸し主債権者が押しかけて力ずくで金を取り立ったりすることは許されません、えー、このように主人が国家の力を借りずに自分の権利を実現することを自力救済とか自給行為と言っていきますまあ大体自力救済ということが多いです自給行為はたまに刑法でちらっと出てくるぐらいなのでまず自力救済禁止というワードで覚えておきましょう でえー、近代の国家は社会秩序を維持するために一方において強制力を個人から取り上げて自力救済を禁止するとともに、えー、他方において国家が独占した強制力を後ろ手とする法を整備しています、えー、つまり法の強制と自力救済禁止は表裏一体の関係とありますがなんで自力救済がだめなんですかだってお金返してない Y は悪いんじゃないですかと言えますよね。でももしかしたらこれ X って、えーね、1000万本当に貸したんですかと。 ねえ1,000万本当に貸したんですかえっだって「言ってるあ X 貸したって言ってるじゃん」って言っても、えー、これ自力救済を許してしまうと自称債権者というものがやりたい放題になっちゃうんですよもしくは例えば確かに Y はかつて X から1,000万借りましただけれどももう700万返済してるから残り300なんですよと言った場合 X が「いや700万なんか返済受けてね」とか言うと。 1,000、ね、万分の財産分取っていくということがあね,、あのー、ねまかり通ってしまうそれはまずいんですよねもっと言うと、ねえー、例えば、えー、確かに X は Y に1,000万渡したんですよ Y の言い分聞いてみたらいやいやあれ贈与だろうと言うかもしれないでしょでもしもっと言うといや時効で消えてるよともういつの話言ってんのとでも10年以上前じゃんと、えー、もう時効で消えてるよというかもしれないじゃょ つまり両者の言いいいい分はちゃんんんとと査してて話を聞いてみないと分かんなかです X が金貸したって言ってるけれどもそれ X だけの言い分でしょ。よって両者を呼び出して裁判で決着つけましょうと。本当に X が1,000万の権利を持っているのか否か、えー、それを白黒つけるのが「二番訴え提起です。「二番で訴え提起をする訴え提起のことを訴えを起こすという意味で起訴と言っていきます。 で、えー、訴えを起こして裁判所に対して、えー、X が言うんですよ、えー「私 Y に1000万お金貸してるんですよと」と、えー「つきましては Y に1000万払うってやってくださいとそうすると裁判所も X の言い分だけ聞いたんじゃ分かんないから XY 両者を呼び出して裁判公開の法廷で裁くんですつまり「えーねえー、XY さん、ね、Y さんそう言ってますがどうですか?ね」と、えーまあ「Y が、ね、いやいや、ね、借りたけど全額返しました」とか。 あ言ってるならばあじゃあ,あね、えー、あのの両者の言いいい分で食い違うところは証拠調べをしていきますどんなに泣いて叫んで貸したんだーって言っても、えー、ね証拠がなければそれは認めてもらえないんですとなりますと、えー、貸したんだーって言って「わりはそうです確かに借りましたしかし全額返済しました」とか言ってるとじゃあ全額返済した,の証拠したことの証拠を持ってきなさいと領収書があるかと。 ですからああ領収書、残ん,ん出せなかった実のところは本当のところは弁済した全額弁済済みですといった場合でも裁判官って証拠がなないいと認定しないんです。裁判で客観性が必要ですからどんなに Y が泣いて叫んで言っても,も、ねえー、じゃあ、演技派の方が勝てるっておかしいでしょ。ですからあこの人、なんか誠実そうだな言ってることなんかね、この人助けてあげたいなと思っても客観的な証拠がないと裁判官で認めてくれないんですよ。 勝つために必要な証拠は自分で持ってこ,いこれが裁判のルールです。となりますと X はお金貸したとか言って Y がさは知らねえなって言ったら X の側で借用書とか取ってますかとかいうことになるしねあのね、えーまあ、振り込み記録とか、ね、出したりだとかするわけですよ。で、ね、Y さんって、えーね、弁済したとか言うんだったらああ領収書取ってますかとかいうことになったりして、ね、そして、まあ、そのような証拠だとかで裁判官は認定する。 でえーね、あのそういったこと形で認定していって例えばそれが時効だっていうんだったらそういった話になってくるしいやいやあれはぞうというんだったらそこの認定になってくるしつまり両者の言い分聞いてみないと実のところは分からないんですとなりますとじゃあその両者を言い分聞いてみて今回は裁判官は X の言い分100%支持しましたで内容として審理というのを調べることね 審理ってのは,これは詳しく民事訴訟で学習しますが、まあ、あの民事の場合は口頭弁論という公開の法廷で行いますでそこで両者が主張立証裁判あなんか証拠として証明していっ、えー、て,てでそこで裁判官は今回は X の異分100%認めましたあ Y が、ね、何か言ってもまあ弁済の証拠は出せないとかねだったりすると、えー、裁判官が出す結論、えー、Y は X に金1000万支払い。 でよくね勝訴敗訴って言いますが裁判所は、えー、X 勝訴とかいうわけじゃないんですよ結論として、えー、Y さん1,000万払いなさいという判決を出しますでその上で Y が納得いかねえと思うんだったら控訴すればいい日本は3回チャレンジのチャンスがあります地裁でスタートすれば納得いかねえっていうもんだったら徹底的に戦うぞっていうんだったら今度高等裁判所に挙げられる。 で最終的に最高裁までっていう道は用意されているんですが、ただこれコンしても勝ち目えねえなとか思ったらそこで地裁で終了です。でその上でじゃあですよ、払えと言われてみんながすぐ払うって思います？そもそもなんでこんなことになったのかというと、大体払えないことが多いんですよ。ね、まあ最末なってあ,あ払う気あるんだったら払ってますよ。 だったらあ払えと言われて Y が「ね、だって現金持ってねえし」と言ってるぐらいだったらじゃあ X は次のステップどうするかそれでもなお払えって言われても払わないんだったら今度実はね Y さん現金持ってなかったけれども土土地地持持っっててたたんですよ、y、はあ 1, 万相当の土地を持っていましたそうするとあの土地売っ払ってお金に換えれば1,000万回収できると。 いうところで、えー、X はどうするか、えー、裁判所に改めて丸四番で軽倍申し立てというのをします。軽倍あの一般的に競売というニュースなんかで聞くと競売って言われることが多いんですが、えー、法律用語としてた軽倍と読むことが多いです。軽倍申し立て。で、えー、これは括弧執行裁判所ってありますが、一口に裁判所と言っても裁判所も役割分担があるんですよ。 まあ俗に言うね裁判と言ったら民事訴訟のことを言うことが多いんですが民事訴訟を担当する裁判所のことを受訴裁判所と言っていきますこれに対して、えー、じゃあ,あね民事訴訟終わったんだけれども、えー、民事訴訟で払えと言われて決着つかないそれでもすんなり払ってくれないのであれば強制執行を進むしかない強制執行を担当する裁判所のことを執行裁判所と言っていきます。で あのねえー、裁判官って専任の担当者が最後までサポートします的なあ保険会社みたいなサービスじゃないんですよ。で住所裁判所の担当裁判官と強制執行の裁判所の裁判官は別です。何でかっていうと例えばね「XY は2人とも東京に住んでいます」だけれども「Y の土地はじゃあ福岡にあります」だったら「競売手続き」って福岡でやった方がいいんですよ。 となると、ねえー、受訴裁判所は東京地裁に持っていくけれども、えーねえー、じゃあ強制執行は福岡地裁に持っていくと、えー、どこの場所でするかだとかもいろいろルールがあります、ねえー、じゃあ,あ、ねえー、X が東京に住んでる Y が札幌に住んでるどこでやるべきですかどこでもいいってわけじゃないんですよそういった話はまた民事訴訟で学習していきます。 がただ言いたいのは裁判所って言っても一口に役割がありますから民事訴訟をを担担当当すすするる裁裁判判所所と強制執行を担当する裁判所は違いますで今回強制執行、ね、福岡の土地ですから福岡地裁に持っていくわけですが福岡地裁に持っていく時に効力を発揮するのがでで出された判決なんですよ民事訴訟で払えという判決があるってことは、X、の1,000万の権利があるということを裁判所が確認するでしょ。 そうすると、福岡地裁では、本当に X ックスさん一千万の権利持ってるんですかと、いうふうに確認せずとも、はい、強制執行を進めますと。で、そして、強制執行のターゲットは、X の側で自分で探していかなければいけません。なので、裁判所の方で財産探しに手を貸してくれるってことは、基本ないと思ってください。 そうすると強制執行のファーストステップのことを差し押さえというふうに言っていきまして今回は X が Y 所有のあの福岡の土地を売ってくださいというふうに申し立っていくんですよ。でそうすると、えー、ターゲットが不動産だったら登記簿に差し押さえの登記が入ります。でその上で競売ですと結構時間かかるんですよ。あの1年ぐらいかかります。 となりますと、ね、あの現地調査行っていくらぐらいで売るかを確認して、ね、その上でですね、あのまあ、いろいろで売却条件とかを決めて、ね、入札受け付けてざっくり言うと一番高いのをつけた人が買い主とで一番高いのをつけた人が、ね、例えば今回1500万相当の土地なんですが。 ただこれね地域だとか条件によっても違ってくるんですが不動産屋さんで売れば1500万ぐらいで売れる土地でもやっぱ競売ってなかなか一般の方は手数出しづらかったりするので若干一般相場よりは低いいことの方が多いです。でそれが例えば入札して一番高い値をつけた人が1300万だったとすると今回、Z さんが一番高い値をつけたと Z が落札。 Z は1,300万円の値段をつけて落札できたんですが Y の土地を競売で Z が購入するんですが代金支払い先は Z は Y に払っちゃダメなんです裁判所に払います Y にお金払っちゃったら X にお金が渡らない危険があるから X がお金を回収するために競売かけたんでしょ なったら競売で落札した人は裁判所にお金を払ってその売却代金から裁判所は配当という形で X にお金を渡します X は長い長い道のりになりましたがこれにて1000万回収できたね自力救済によらずに国家権力裁判所の力を借りてお金回収できたねと,というところになりますが ね、さっき言った競売って、まあ、不動産の競売だったりすると、まあ、物件にもよりますが、まあ、大体1年ぐらいはかかると思ってくださいえそうするとこれ本当にお金がない Y だったらどうです訴え提起された時点で本当にお金借りててお金がない Y だったらこの先のストーリー見えてしまいません民主訴訟だって結構時間かかるんですよ 訴え提起してから初回の口頭弁論まで大体1か月ぐらいかかってあの裁判で Y とかあ無駄にごねたりすると口頭弁論で一回じゃ終わらなかったりするんですよそうすると判決出るまでに数か月下手したら数年とかかかったりします下手したら Y が無駄に争って控訴しますとか言ったらあいつまでたっても終わらないでしょ訴え提起されたらこの先のストーリー見えてくるので俺多分負けるよねと。 負けけたらけら競売か俺の土地あ大阪の土地あいつ知ってるよねとああ福岡の土地知ってるよねとか言ったらこの先のストーリー見えてくるのでやべえ、競売かけられる前に先に売っちゃえと先に現金化してしまえばあ財産競売、ね、させかけられると避けられるということになると勝ってからい差し押さえじゃもう遅いんですよ。ってことで、えー、訴え提起前に。 勝つことを前提として競売対象物をキープしておきたいこれがあ仮差し押さえという制度ですで CF っていうのはコンファーあーコンファっていうのは比較とか参照の意味ですこれから使っていきますえー、コンファーあー仮差し押さえと書いてくださいでコンファー仮差し押さえあと、えー、でこのブレックス163164 でであののの無料探検冊子の方後ろの方買っています、えー、で見ていただきたいんですが「で括弧保全裁判所」と書いていただいてさっきね裁判所っていう役割によって、えー、あの裁判所違うって言いましたよねつまり今回はあこのね仮差し押さえっていうのはあくまでも、ね、強制執行のターゲットである不動産をキープしておくだけの手続きなんですよ。 で本当のところは民事訴訟でちゃんと白黒つけるからという意味で、えー、私これから訴え提起をするんです、えー、つきましてはこの先のストーリーを予定しておりますからあ勝った時のために、えー、財産をキープしておきたいです仮に差し押さえてください本格的に勝ったら差し押さえなんですよでもまだこれから訴え提起をしようとか訴え提起の早い段階ですから勝っていないので仮の差し押さえちょっと飛んでください163ページです ちなみに163と164は全チェックとしてください全チェックですね163ページ全部チェックあの全チェック私上にぴュって横引きましたが全チェックでで、えー、これ民事保全法です司法書試験においては今やっている民事訴訟民事執行民事保全、えー、3科目ありますが民事訴訟は本試験では5問出ます。 民事執行1問民事保全1問ですがただ司法書試験ってですね残念ながら1問であったとしても捨て科目はないと思ってください。というのが、えー、民事執行とか民事保全で一1問しか出ないんですがこれ全部不動産登記にも民法にも関わってくる話なんですよ。なので1問だけれども他の科目の理解だとかを考えたら捨てるわけにいかないんですじゃあ見ていきましょう、えー、民事保全に関して裁判で勝ったら判決通りのことが実現できるのかというところが今の話ですよ。 っとざっと読んでいきましょう。取引先が代金の支払いしない場合、どういう手段で回収することができるか。日本では取引先が支払いをしないときに取引先の商品を債権者が勝手に持ち出すなどして、自力で債権の回収を図ることは禁止されています。これさっきやった自力救済の禁止ね,ね。そのため支払いを受けられない債権者は訴え提起した判決をね,ね得て、 相手方の財産強制執行し金銭に感化して満足を得る手続きを取ることになります。まあ、ざっくり言ってますがここ16ページでやったやつですよ。16ページでやったんですね。でさっき言った「もう今日16ページ超大事」これはもう見なくても用語で頭の中で説明できるようにしてちょうだいというのがこの今の16ページの話。ででも一般的に裁判時間かかりますと。 そそもそも民事訴訟で訴え提起し初回の口頭弁論まででも1か1ヶ月とか,かかりますよと。となりますと、えー、裁判してる間に取引先の財産なくなってしまうかもしれません裁判で勝っても強制,する強制執行する財産がなければ債権者は費用倒れに終わってしまいます。というのが勝ったところで、えーまあ、今今回の話ってね1500万円の土地があったからよかったようなものの結局何もなかったらいわゆる不良債権回収できない債権なんですよ。 ということになりますから、あこの場合そこで裁判を起こす前に裁判に勝ったときに備えて相方の財産を固定しておく必要があります。えー、この手続きが民事保全で画面か、えー、書き込み入れてます。えー、民事保全には大きく分けて仮差し押さえと仮処分。ざっくり言うとお金を回収したいんだったらあ財産キープ手続きは仮差し押さえ、金銭回収ね。でもお金回収以外の保全手続きは仮処分と言いまして。 えそれ以外で言うと例えば立ち退きを命じますとだと,か、えー、だとかであればあ相手方がコロコロ変わっちゃうと、えー、この場合ですね,あのね、えー、相手方がコロコロ変わっちゃうと被告をコロコロ変えなきゃいけない。 明け渡しを命じたい今住んでる人はあー、ね、例えば A さんなんだけれどもその後と A さんに訴え提起をしてその後入居者が B さんに変わってますだったら被告を今度 B さんにチェンジしなきゃいけない、えー、B が C に C が D にでコロコロ変わっていくとめんどくさいでしょ被告がコロコロ変えなきゃいけないのはめんどくさいのでもう一旦仮処分というものをかけておけばあ、ねえー、その後ね被告がコロあの、ね、入居者がコロコロ変わってもそのまま裁判を続,けちゃか続けちゃって構わないんですよ。 ままああそのような形で、まあ、とにかくお金回収したいんだったら仮差し押さえお金以外は全部仮処分と思ってください。なので、えー、例えば従業員が解雇向こうの訴えを提起したいのであればとりあえず従業員は給料払ってください、えー、給料か、えーねえー、だと従業員たる地位を確認したい。 そそううすると、まあ、そういった借り処分をかけておく。もしくはプライバシーがあー、ね、暴かれるような、ね、個人のプライバシー,、えー、詩人のプライバシーが暴かれるような週刊誌がもう来週発売される、ね、名誉毀損に該当するプライバシーの侵害だ、ねえー、週刊誌発売されちゃったらもうアウトでしょとなりますと出版,し出版差し止めの仮処分とか裁判時間かかりますから出ちゃったら遅いというものだったりすると出版差し止めの仮処分とかね。それはお金回収したわけじゃないでしょ。 お金回収したい保全で続きは仮差しを抑え、それ以外はもう全部仮処分と思ってください。じゃ次のページ行ってください。百六十四ページも全チェックです。でとりあえず仮差しを抑,抑えだけ分かればオッケーです。仮差し抑えに関してなんですが、でここは一応全チェックではあるんですが、このページ全チェックでなんですが、ここねザザッとで結構です。 まあ,あの後で読み返していただきたいという意味で、えー、あの全チェックしましたが、えー、仮差し押さええー、とありますが裁判所がとりあえず暫定的に出してくれます仮差し押さえ決定なんですが、まあ、中身見てもらうとですね右当事者間の令和何年のうんぬんかんぬんてありますがでその後ね上から2行目債権者の申し立てを相当と認めつまり、えー、とりあえず、ね、仮差し押さえと本当に急ぐんですよ。 となりますと XY 両者呼び出してじっくり慎重審理をしている時間はないですから債権者だけの言い分聞いてみてあ多分この人に言ってること一応借用書もあるしいけそうだなと思ったらあこの場合債権者に金90万円の担保を立てさせて次の通り決定する、えー、その下あちょっと太字のゴシック、仮に差し押さえると。で ここで債権者に金90万の担保を立てさせてって何なのかっていうととりあえず仮差し押さえて再建者の話だけ聞いてでももしかしたら X は借用書だとか、まあ、例えば、ね、Y が作った借用書だとかを持ってきて契約書だとかを持ってきて金貸したんだって言ってるかもしれないけれどもこれがもしかしたら偽造の可能性だってあるでしょ X は借用書、えーね、持って Y が作った借用書を手元に持ってるけれどももしかしたら Y の言い分聞いてみたら全額返済したことの領収書が出てくるかもしれないじゃないですか。となりますと実際裁判で XY 両者の言い分聞いてみないと結論ってまだ分かんないんですよ。 よってとりあえず、えー、ね買った時のために財産をキープしてあげる借り差し押さえ出してあげますが万が一やっちゃいけなかった借り差し押さえの場合はいい。この場合 X が Y に損害賠償しなきゃいけないんですよだって Y からしてみたらいい迷惑なんですよ全額返済したのにある日突然不動産に借り差し押さえの陶器が入ったりすると売りたくても売れなくなっちゃうんですね借り差しが入ってる陶器ってのが悪くても売れませんよ、えー、買いてつかないです だってこれれれかかから軽倍かけらけるかもしれないんですよ。そんな不動産わざわざ好き好んで、えー、買いたい人はいないんですねとなると売却のチャンスを逃してしまって損害が発生する可能性がありますで、えー、ただあね財産なくなってしまうぐらいだったらまずキープしておきたい仮差し入れるんだったら万が一の損害賠償として90万担保立てたら仮差し入れてあげるとねえ X が裁判に勝ったらこの担保は返ってきます だって損害賠償しなくていいわけですからかつ自信があるんだったら仮差し押さえ入れますよね担保立てでも財産キープしたいですよ。ということで仮に差し押さえておけば将来の強制執行のターゲットをキープできるという状況です。まあ、これがその下の文章に書いてありますのでその下の文章はざざっと見ておいてください。 ってことこで、えー、今日復習はかなり飛びましたがあの今日の復習に関してはこの163164と戻ってください16ページね。で先ほど申しましたように16ページに関してはこの図のところ、えー、その受訴裁判所なり執行裁判所なり差し押さえ仮差し押さえも含めて、えー、ここは何も見なくても口頭で説明できるぐらいに、えー、もうすらすら言えるようにしておいてほしいんです。 民法でも不動産登記でもこの差し押さえなり仮差し押さえも含めていっぱい出てきますとねで,でここはもうね完璧にしておいてくださいで次回からまた17ページ以降やっていきますがただ全体構想に関しては次回以降もほぼ民法の話になってきますので <laughs> えね民訴執行猶予の話が出てくるのはここだけなんですがただこの話がしっかり分かってるのと分かってないとでは民法あっちこっちで理解がねつながってこないというところになりますから。 ここはしっかりマスターしておきましょう。それではこれから皆さん約、約あと残り129個も、ね、長いお付き合いになりますが、頑張っていきましょう。それではお疲れ様でした。